はい、じゃあそれでは、えー、本日の、え予備論文ポイントコア講座、えー、今日からね、開講ということになりますが、えっ、ー、と、民法の、えー、本日、講義編の第1回の講義を進めてまいります。えー、まず、この予備論文ポイントコア講座、まあ今年ですね、開講ということになりますが、まあまず最初にですね、講座概要だけ少し確認しておくとですね、えー、これは予備試験の、まあ論文式対策という形の講座ということになりますので、まあ基本的には入門のインプットというものが、まあ一程度終わってるという前提で、各科目について、まあ論文式で問われる部分というの、まあ網羅的 にチェックをかけていくというまあ講座になります。えー、なので、えー、まずこの講座の使い方としては、まあ、実際受けながらですね、えー、インプットの段階で抜けているところであったりとか、まあ、もしくはまあ予備試験に限らず、まあローの奇襲者試験とかま司法試験もそうなんですが、やっぱり試験で問われるものっていうのはまあ必ずしもなんか応用的な問題ばっかりではなくて、まあ、基礎から標準的な問題をどれだけ正確に理解できているかっていうのがやっぱり問われると。で特に予備試験とかであれば、まあ、おそらく担当を受かっていれば論文で でねえー、試験で問われた場合、まあ、問題の所在はまあ大体分かってるっていう問題がやっぱり出るわけですでその中でやっぱり上位20%に入っていくっていうのは、まあ、どういうところで差がつくかっていうとやっぱり事案見たときに、まあ、問題の所在を正確にまあ当然把握するってこともそうなんだけれどもそのまあ論点であったりとか、まあ、問題点みたいなものについて、まあ、どれだけ。 その正しい理解をしているか、まあ、特にそういう重要問題とかについて、まあ、誤解があったりであったりとか、ねえー、まあ問題のなんか捉え方が間違っているみたいなものになると、まあ、相対的に沈んでしまうので、まあ、そういうふうな標準的な問題までのところをまあ確実に捉えていくことでそれからあとはまあ事例問題ということになりますから。 え実際どういうふうな事実関係に目をつけて、えー、解いていかなきゃいけないのかといったような、まあ、事例問題での把握とあとは、まあえーまあ、単元ごとに出されるというわけではなくてね、えー、やっぱり試験でする科目ごとにまあ総合的に出ますから、えー、各分野ごとの相関関係といったように、まあ、体系的にまあ正確な理解を固めていかなきゃいけないとで実際まあ予備試験の場合だと、えー、科目数としては選択科目を含めると10科目ということになりますからそうすると1科目1科目を、まあ、例えばすごい時間かけてやっていくってなるとやっぱり間に合わないわけですよね。 来年だと予備試験だと担当が7月になりますから例年から2か月遅れるとは言っても実際に今から学習を始めて本格的に論文対策を始めて担当対策っていうところを本格的に、ね、7月の担当に向けてということになってくると大体半年ぐらいしかないわけですね。でそそののの半年ぐらいの中で科科目目、まあ、選択をを含めるるととになるけれどもそこのところをもう最低 限度っていうんですかね、えー、もう絶対に抑えなきゃいけないっていうものをま最大効率でやっていくっていうのが、やっぱり必要になってくるとでまあ、ポイント高校講座のまあコンセプトとしては？ まあそのようなもう絶対に外してはいけない、えー、もしくはまあ出た場合には差がつく、でこれはなんか表面的な理解じゃなくて、結構真ん中の,えその本質的な理解が問われるようなところみたいなところをちゃんと論文で使えるようにインプットするというのが、講座のコンセプトということになります。なので、おそらく入門講座なり、他のインプット関係の講座というのを1回なんかちゃんと通して受けられた方にすると、おそらくやっていることの7割から8割はまあ知っている、もしくはえ何らかの形で使えるという状態になっている。 問題が中心ですでただ、まあ、逆に言うとその2割のスクリーニングがまあポイントになる2割から3割の知らなかったこともしくはまあ知ってるつもりだったんだけれども実はそこ正確な理解できてなかったっていうところを、まあ、どれだけしっかり潰していくのかってことがメインになるので、まあ、むしろ。あの まあ、できているところもそうですけれども、できなかったところというものに対して、危機感を持ちながら進めていくという形になります、でまあ、講座としても100時間ですね、えーまあ、チェックシートを使った講義100時間、えー、全部で9科目ですね、実務基礎科目を、えー、民事、刑事を合わせると、全部で9科目っていうのを大体100時間の講義の中で扱っていきますので、まあ、講義のペースとしてはとにかくまあ早くなってきますので、あのまあ、復習ですね、えー、予習復習っていうところで言うと、まあ、基本的には、あの今日は初回ということになりますので、えーまあ、一緒に見ながらということになります。 でまあ、次回以降予習という形では特段なんかねあのがっちりやってもらうということは予定していなくて、まあ、チェックシートの該当ページは指定します、えー、ですから、えー、チェックシートだと投資番号、まあ、民法ですと抗議用それから、えーまあ、復習用というかね、えー、い,つもいつも使っているチェックシートと、えー、両方ありますけれども、えー、例えば何番から何番、まあ、大体1回の民法ですと全部で400項目ありますから、えー、400項目割る5ですから大体平均80ぐらいになるので、えー、例えばまあ80何番から1何0何番ぐらいまで扱いますということだけは指定する。 のでまあ、そこのとこころ目を通していただければば十分ですあの例えばそこについてあ日頃、た、ま、だ、あ、入門講座であったりとか、まあ、私のなんか合格答案とか使われてチェックシートもし、えー、一回馴染みがある方は、まあ、そこをもう一回見ておくでもし、えーまあ、今回初めてチェックシート触るという方はそこを見たときに、まあ、分かっている、分かってないというところを簡単にスクリーニングしておくだけで構、えー、いません、えー、なので、まあ、とりあえず問題の所在みたいなものが分かる、分からないというところだけ、えー、直しておくとで。講義のの中ではそこの部分について、えーまあも もちろん、ね、濃淡つけながらやっていきますけれども、えー、指定した部分について解説をかけていきますので、えー、そこの部分で、まあ、言ってみれば理解が正しかったかどうかというところですね理解が間違っているところはそこを潰していただいてでもし、えー、ちょっとこのこと知らなかったとか、ねえー、もしくはちょっと抜けて,たっていた場合だったらそこを完全に潰し切るとで潰し切ってそれで復習の際には徹底的に反復するという、まあ、そういう形で予定していますですから、まあ、予習・復習という点でいうとあの復習8割ぐらいの気持ちでいいかなと思っています。まあ講義で受け で理解できたところっていうのはまあとりあえず OK でできなかったところを徹底的に潰すと。で まあ民法ですと、まあ、通学、ズームで受けられている方は12月6日、えー、今日開講ということになります、通学の場合だとね、えー、そうするとまあ大体まあ年内いっぱいですかね、12月20日までに民法全部終わりますので、えーまあ、その約2、3週間ですかね、2週間今日の間で、とりあえず民法全部を、えー、見直して確実に全部使いこなせているかというところをやっていきます、で基本的にはそのチェックシート講義っというのは講義編と、えー、過去問編というのが分かれていますで、民法を連取ると、民法は1回目から5回目までが講義編になりますが、えー、最後に過去問 この過去問編っていうのは、まあ、1回時間を取るんだけれども全、まあ、科目ですね1回ずつありますけれども直近の令和4年の過去問。 えまあ、実際、ね、あインプットしたところで使いこなせるというか書けなければ意味がないので、まあ、実際にまあチェックシートの知識を使ってまあどうやって書いていくべきなのかということについて、えー、この各科目について直近の令和4年に関しては、えー、例えば時間でいうと1時間ぐらい使って、まあ、私の方で答案をえ作ったもの、まあ、特にチェックシートを使ったらこういうふうな形で書けますという形のもの、まあ、もちろんチェックシートだけで書けるものではないからそこはあのそのどういうふうに頭を使っていくかも含めてですけれども、まあ実際、私の方の公師答案というのを提供しながら のの講師ととはの中で解説をするとでで残り令和3年から平成23年までの問題についてもこれは、ね、あのチェックシートの講義だけではなくて過去問添削っというのも一応オプションでついていますので,でこの過去問添削をするにあたってもその 実際、皆さんが書いてみてですねあの正直どう書いていいかわからないって状態で書くのって一番力がつかないんですよねえ特にまあ添削する側からするとですねえ例えばこれを書いてほしいにもかかわらず全然違うことを書いちゃうとどういう添削になるかというとまあとりあえずここを勉強してくださいとまあいう添削になってしまうわけですよで実際、添削の中で一番点数を伸ばすというのはどういうところかといったら例えば問題の所在の適時が不適格であるとかまあもしくは恒例予想にと例えば事実認定が対応していませんとか まあ事実の適時はあるけど評価はありませんとかねもしくはその、まあ、刑法とかでよくあるのが、えー、刑法体系に沿ってませんとかそういう本質的なところのを修正することにやっぱり過去問学習の意味があるとだから知らないものをやってやっぱり分かりませんでしたということで例えば100年,100年分ですよね延べね、えー、100年分の答案やっても力はつかないというのがやっぱりあの指導経験上あるのでそこはもう過去問というのは、まあ、力試しの場ではなくて実力要請の場というふうな位置づけで考えているところもあるのでそのために、まあ、本当にハイスピードになります、えー 10年分を3時間ぐらいでやりますから、まあ、1回の年度でいうと大体20分ぐらいでもちろんこれは問題を読んで検討してある前提で,で最低限拾うべきことはこれだよねというでチェックシートであればチェックシート対応表を出していく予定なんですがチェックシートの何番何番何番あたりのところのところがまあこの聞かれているみたいな形のことは示してしまってでそれを使って答案を書けるようにという形の、まあ、ナビゲーション的な位置づけになります。なななのでで過、えー、過去去問問受受けけらられれる方はもちろんなんですがい 方もあの過去問はもう絶対的に毎年やるべきなんですよね、えー。一回やったからって言って次の年にやらないってなっちゃうとじゃあ一番直近合格者はどうするかというともう例えば最短で受かっていく方っていうのは直近で過去問徹底的に詰めて新しい頭の中でいきますから、まあ、2年前にやったものとかと比べた時に全然その残り方が違ってくるので、まあ、過去問の検討、まあ、少なくとも その規案をやるのを全部やるかというとそれは例えば2年目以降1回、過去問書かれた方からすると全部書くということの位置づけというのは人それぞれなんだけれども少なくとも全過去問検討してでそして直近で過去問を書いた人に書き負けないだけの知識のブラッシュアップというのかなえそこの部分はしておかなきゃいけないということになるのでえそのための一つのチェック,チェック ポイントとししててですすかね一応用意していますなので例えば、過去問講義編のです、ね、これは例えばスケジュールでいうと民法だと通学ズームの方は1月5日ということになりますからその1月5日までの段階でとりあえず過去問予備試験の過去問を全部とりあえず目を通しておいてで解ける解けないというのは一回置いておいてもいいですとりあえず目を通して答案構成できるものは答案構成をして一回、起案経験がある方はその、まあ、実際書かれていたものとかを踏まえながらどういうことが問われていたものを確認してそれで でまあ、その内容について、まあ、ハイスピードで確認をしていくという講座内容になっていきます。えー、なので、えー、大きく分けると、まあ、民法を一つ例にとりますけど抗議編で、まあ、まずしっかりとチェックシートで書かれていることを確実に押さえてで過去問で書かれていることを全部詰めていくと。で で答案の添削の方ですねオプションでつけられている方は、まあ、本部添削という形になりますけれどもこちらの方提出期限こ今年は、ね、提出期限設けています、あの例えばい,いつまでで全部何でもいいですよという形で去年はですねあの担当終わるぐらいまで、えーまあ、全部の答案を期限って切ったんですがやっぱりどうしても消化しきれないという、ねえー、ところがどうしてもあの受けられている側ってもやっぱりあるということもあるので基本的にはその、まあ、民法から商法、えー、民事訴訟法という各科目について、えーまあ、1か月 ごとに期限を切る形で、えー、起案というものを一応、えー、期限付けますなので過去問講義編が終わってからだいたい1ヶ月以上空けるような形にしています、えー、一応ね、えー、提出期限等については別途 えーとその添削オプションのご案内みたいな形で、まあ、提出期限の方が設けられていますが、まあ、民法に関しては、えー、民法商法が2月28日ということになしています、えーまあ、最初当初はこれ民法が1月末というふうふになっていたんですけれどもある程度、ね、規案するに当たっても,もう10通以上の規案になるので、まあ、そうすると、まあ、ある程度時間が必要というところをちょっと想定させていただいて、えー、民法と商法に関しては、えーまあ、2月、えー、末であとはそ各科目ごとに3月末、4月末、5月末と。いう 形で1科目の、えー、提出期限というのを毎月毎月締めで設けていますのでその期限に仕上げる形で、まあ、過去問講義までをしっかり踏まえてチェックシート講義と過去問講義を踏まえてでそれでまあ過去問が大体書けるかなという状態を作ってそれで実際に、えー、その提出期限までに起案をしてでそしてフィードバックを受けていくと、まあ、いうことをまあ繰り返していくと、まあ、なんとかあの予備試験の論文というのが9月ですから、まあ、予備試験のまあ担当前の講義自体は 4月の18日に講義を終わりますのである程度、ちょっと余裕を持って答案提出までされている方はすべての答案ですかねすべてのね過去問の平成23年から令和4年までの答案添削が5月ぐらいには何とか終わっていると。 でもしあの提出期限ギリギリだとしても、まあ、この期限に乗っかっていただければ、まあ、8月の中旬には、えー、全ての提出が終わっていて、えー、全ての過去問が、まあ、とりあえずは、えー、分析が終わっているという状況を作れますから、まあ、ある意味そこはちょっと強制力という意味を込めて、えー、添削のオプションの方がついていますので、まあ、こちらの方 えー、ちょっとと進め方だけままずちょっと申し上げるという形になりますで基本的な講義のスタイルとしては、まあ、そういう,ふうな形で進めていきますので、まあ、中身としてはちょっと早いかもしれないけれども、えーまあ、民法から順番に重要事項を全部総ざらいしていくということになりますで復習の仕方についてもですね少しあの前もって触れておくとですねあの個人的には3項使い方が違っていて まずチェックシートっていうこの本ですかね。あのー、がありまして、これはまあベースとなるもので、まあ、よく私の方で入門もはじめとして作ら作っているもので、なんか格子状になっているやつですね。で、この格子状になっているやつは？ まあ基本的にはまあ日々持ち歩いたりとか日々見たりとかまあなんか情報集約するときに結構使い勝手がいいように作っているのでえ例えば予習する際にバーとね指定されたところを見るときとかはこの左右左右見て分かっているかどうかの確認をしたりとかあと復習する際にえまあ右側隠して左側から行けるかみたいな形である程度まあこれがまあベースになるようなものっていうことになりますで講義で使うのはまあ書き込みをしていくってことが想定されていますまああのもちろん科目によってそんなに書き込みがなかったりってことはありますけれどもまあ科目によっては えーまあ、論文で書くべきこととかそういういうな書き込みが必要になるので、まあ、そういうものについては、えー、この講義編というやつを使っていきます、まあ、今日1回目なので、まあ、意思表示ということになりますけれども、まあ、ある程度こういう,ふうな形で、えーまあ、重要なものという形でチェックシートとして挙げたものが書かれてますからそこのところは例えば講義での書き込みみたいなもので使っていただければということですであともう一つ問題集というのがいっていると思うんですよね、えー、薄っぺらなので問題集となっているものは <laughs>、えー、これは そのもう本当に問題だけが載ってるところなんでもう自分で問題見て答えが出せるかっていうもう本当最後のチェックとして。 え使っていくものです、えー、ですから、400個の項目が大体27ページぐらいまとまっているのでそうするとまああの持ち歩いてバーっと全部のことが確認できるかというまあ,ある意味きれいなスクリーニングのために使うものという形でえ想定されていますのでまあ日頃、だから講義の中ではも問題集を持ってくることはないと思いますあの講義集があればとりあえず講義編の問題があれば大丈夫かなと思いますけれどもえまあそ,のそれに応じて使い分けていくという風な位置づけで考えておりますいい、まあ、流れととしててはそういうなな形でえ進めていくことになります。 であとはあの今年の講義のまあ特徴というか、ね、あの一応事務連絡的なところを触れておくとあの講義の中でまあ適宜書き込みをしていくんですけれども、えー、書き込んでいったものについては,これはもうデジタルテキストで書き込んでいますのでこれが PDF の形で皆さんに提供されることになるので、えー、例えば講義を受けていく中で、まあ、書いていくことが書いて まあストレスって言っちゃいけないけどね、えー、書いてって頭の中でどっちを優先していいか分からないで、ね、まあ通信とかだったらその場止めながら、ね、あの書いたりするってできるけれども、まあ、通学とかズームとかだとどうしてもあの時間効率の関係で、えーまあね、限られた時間の中で多くのことをやるってことになるから、まあ、書いていくと結構頭が、ね、止まっちゃったりするっていうケースもあると思うんでもうその時はもう場合によってはもう諦めてしまってあ、まあ、あの理解、納得のほうを中心しちゃうとで理解、納得していただいてでそしてあのマイページ上の,あのウェブの レジュメなんですかねのところにこの PDF のデータっていうのは講義でやったものは置いてありますのでそちらの方を落として後日書き足すか、まあ、もしくはもうそもそもこの書き込んだものを落としちゃってその落としたものをもうレジュメとして活用していただくという形で使えますのでぜひ、まあ、そこはうまく使っていただければと思いますではそれではですねで今日の講義入っていきますが基本的にはポイントコア講座は4時間っていうもう長丁場というかね、えー、本当に1回4時間という時間が設定されてい 基本的には4時間ぶっ通しでやるということは想定していなくて、えー、一応休憩は3回入れる予定です、えー、ですので、まあ、大体 3, 時3回ということですから、まあ、大体約1時間ぐらいのものは4セットあるというふうに思えていてください。えー、なので まあ途中10分前後の休憩を3回入れていくということになりますのであのまあそこは集中力をんとかね3回持っていくということになりますがまあただ、これは講義のもうどうしても仕方がないんですけどその中身上、一つ大きなまとまりになっているところとかになってくると講義の関係上、ここはちょっと切っちゃうとまずいなみたいなところでやっぱりあるのでまあそこについては例えばちょっと1セット目についてはちょっと1時間20分くらいかかっちゃうけれどもまあ2セット目、3セット目はまあ35分とか40分とかという形であの調整することはありますがえ必ずまあ3回休憩 休憩を入れることとで1つのセットについて1時間20分は超えないようにあのしていきますので通学とかズームの方とかだと、ね、あのトイレ休憩とかそういう,ふうな問題もあると思いますがその点は、えー、ご安心いただければと思います。 それでは早速ですけれども今日の民法の一番最初のところからいきます民法に関してはやっぱり今日初回ということで総則部分について見ていきます特に重要なところとして3点セットになります意思表示、代理、時効についてです特に予備試験の令和4年民法だと時効ですよね取得時効に関連する問題が真っ向から問われているというところもありますので正確な理解どれだけできているかということを確認していきますまず最初ですけれどもまず意思表示に関してです基本的には心理留保 えー、93条の心理療法94条の通報協議表示、えー、95条錯誤、えー、96条の、えー、詐欺脅迫ということですから、まあ、条文知識はまあ前提としてということになりますが、えー、まず まあ94条2項関係からちょっと確認しておきます、まあ、これはもう必ず書けなきゃいけないやつということになりますね九94条2項のまあ類推適用の中で特に使われるもので、えー、まあ権利外観法理というものです、まあ、特にあの直接適用ができないという場合にまあ類推適用をすると、でそれに類推の基礎ということになりますから、まあ、虚偽の外観の存在、権利作出に対する本人の貴責性、第三者の信頼要件に、まあ、取引安全の観点から第三者を保護するという考え方になりますので、まあ、特に論文の書き方という点でいうと、まあ、この3つから権利外観法理を示して、 え94条2項の累積適用に持っていくというのはねえまあさっと出てくるとは思うんですが、答案上、気をつけてほしいのは例えばあの所有権の取得といったようなものであったらまあ第三者が所有権を取得するみたいな形でえ端的にいけるんですがまあ場合によってはその第三者が抵当権を主張したりとかまあ単純な所有権以外のものを主張するということもありますのでこの第三者を保護するという点は若干気をつけてほしいのは。 第三者が信じた通りの権利取得というところ、ねえー、ですから例えばこれが、えー、第三者に当たる人が自らが定当権者であるって主張する場合には、えー、その権利外観法理によって保護される場合にはその第三者が信じた自らの定当権取得というものが、えー、その保護の対象になるしあとは例えば過去に予備試験の問題とかだと、ねえー、もし過去問でやられてるのであればっていうことですが例えば。譲渡担保のの、えー、実行としての 譲渡担保付金についての受け戻し権、えー、なんていうものを第三者が信頼した場合っていうのはそれは受け戻し権がついているということに対する信頼ってことになりますよね。えー、ということになるのであの少なくとも単純なあのその信頼した第三者が保護されるってわけではなくてその,その第三者が信じた通りの権利というものを法的に認めてあげようというところがポイントになるのでそこはちょっと確認しておいてください。えー、つまりこれは 第三者が、えー「通りの権利取得」と。 認めるとということになります、まあ、ちょっとまだ予備試験の過去問まだ触られていない方はなんか過去問の話するとえそんなのあったんだとかいう感じになるなと思うんですけどあの過去問公言でしっかりやっていきますのであの実際、過去にあったものとしてはえまあ実際に譲渡担保が設定されていると信じてでそれで受け戻し権を行使したんだけど実際に譲渡担保設定契約がついてなかったと現実には受け戻し権なんていうのはもう架空の譲渡担保設定契約だから存在しないんだけれどもその人がえ実際に。 まあ94条2項。 類推的世論で保護されるって場合には、結局受け戻し権の、えー、存在というものを信用したわけだから。その通りの権利を認めて、受け戻し権による、えー、受け戻し権の行使による権利取得というものを。認めるべきだと、まあ、いう,ような形になっていきますので、そこはちょっと気をつけていただければと思います。で、あとはもう一点ね、あの虚偽の外観、本人の奇跡性、第三者の信頼ってあるんですが、あの論文書くときに。あの、これだけで処理するってことはほとんどなくて。この本人の奇跡性でグラデーションをかけていくってことになるので。まず論文書くときには、まずは直接適用できなくて。 でそれで94条2項の趣旨はこれだという形でまずいけるわけですね、権利外観法に書くけれども、この本人の奇跡性と、その第三者の信頼というのは、これは相関関係によって決まってきますので、ここにまあ本人の奇跡性というふうにありますけれども、もっとこれは、もちろん本人の奇跡性が大きい場合には、本人の奇跡性の程度によって、例えば大きいということであれば、 まあ第三者の信頼要件ですよね、えー。第三者の信頼に関しては、まあ本人の帰責性が大きいんだったらそれだけ第三者を保護すべきという方に働きますからね、えー。第三者を保護すべきという方に働きますから、まあ本人の帰責性の程度が大きい場合には、えー、第三者の主観的要件は全員になると。 第三者の主観的要件は善意で逆に本人の軌跡性の程度が小さい場合には、まあ、本人保護の必要性が出ますから第三者の主観的要件は善意だけでは足りず善意無過失までいると、まあ、いうことになってきますよね。 まあ、昔までいるということになります。まあ、これはあれですよね。この本人の奇跡性の程度が小さいっていう場合には、やっぱり本人保護の必要性があるから。まあ、第三者をやすやすと保護させるわけにはいかんと。まあ、いう、そのバランス感覚、相関関係で決まってくるわけですね。まあ、なぜならば、昔までいるのは、まあ、本人保護の要請も入ってきます。で、特に、あの、ここで、あの、九十四条二項の累推適用なんての論じるにあたっては。もう、最初のこの段階で、このことは示しちゃった方がいいです。 あのまあ、虚偽の外観の存在、本人の奇跡性、第三者信頼を要件として保護する考え方なんだとで保護するのが趣旨なんだと、そして本人の奇跡性が大きい場合には、まあ、善意で足りる、もしくは本人の奇跡性が小さい場合には、えー、善意無価質まで要求するといったようにこの、えー、権利外観法料を示していく中で本第三者の主観的要件というものをここで特定しちゃうと書きやすいかなと思います。で特にここでじゃあ この大きいか小さいかってどういうふうにつあの決まっていくかっていったら一般的に判例が取っているのは意思外形対応か、意思外形非対応かってことですよねですから、まあ、本人の奇跡性っていうのを見ていく中で意思外形対応型の問題であればこれは本人が意思外形に対応しているような外観作出をしているとしたがって自ら虚偽の外観を作るのと同じぐらい奇跡性が大きいと。 つまり94条2項で想定されているその規制性と同じぐらいなんだよとだから第三者保護要件は全員になるわけです、まあ、この後やりますけれども94条2項というのは第三者が保護される要件は全員で足りるわけですよでどうして全員なのかといったら通報虚偽表示してるからなんですよね その本人というのが自ら通報して虚偽の外観を作ったという奇跡性が大きいがゆえに。第三者を保護するためには、善意でいいってするわけだから。じゃあ、例えば類推的世論でも同じですよね。類推的世論でも、もちろんこれは通謀がないっていうのは通常ですから。で、通謀がないとしても、結局通謀したのと同じだけの奇跡性があるから、第三者は善意になるんだと。で、まあ、もしくは逆もありますよね。ええ、九十四条二項が想定しているような奇跡性を大きくない。 で大きくないのであれば本人保護の要請、まあ、本人も犠牲者みたいなところがありますから本人保護の要請も働くから第三者の主観的要件は善意プラス無価値までいるんだということをこの最初の当てはめる前の段階で示してしまうということが結構重要になってきますで一応、この善意無価値の場合は一応この時はまあは94条の2項の類推だけではなくて無価値まで必要なときにはこれ94条2項と110条の類推というのが一応判例の考え方になりますよね。一応こののいうのは 対応なのか、非対応なのかによって変わってくると、まあ、いうことになります。で一応、これがまあ権利外観法理の内容ということになりますが、えー、今日の1回目の、ね、最初の講義のところでは、まあ、とりあえず、類推的世論のところはちゃんとやっておきたいなというのがあって。あのまず 累積いい、ね、適法ということは、まあ、少なくとも94条2項が直接適用できないことを示したうえで,でそれで直接適用できないんだけれどもえ94条2項の趣旨が権利外観法理にあることを示すで権利外観法理を示すその過程の中で本人の奇跡性が大きい類型か小さい類型かもここで絞っちゃいます。 で本人の奇跡性が大きい累計であれば第三者の保護要件は全員になるで、えー、本人の奇跡性が累計的に小さいものは第三者の保護要件は全員無過失になると、まあ、いうことを示してからじゃあこの累積適用が認められるかどうかを具体的な事実関係の中で当てはめていくという内容になっていくわけですじゃあそうするとこ医師が外形対応か非対応かというのは、まあ、一般的には判例の整理をしておくと9番かからになりますかね、えー、9番のところに出てくることになりますのでさっと見ていきます。まあ、基本的にはこれですよねあの 正直、ね、この形を覚える必要はなくて判例、こういうのあったよねというところだけ確認しておきます、医、ま、師、あ、外形対応型の典型はこれですよね、えー、権利者であるが B の承諾を得ずに、不実の登記を作出したところ、えー、B が勝手に C に処分したという場合です、でこの時には、まあ、権利者 A が承諾を得ないで、不実の登記を作出したということは、医、ま、師、あ、外形が思い切り対応している典型パターンということになりますから、まあ、この場合であれば、94条2項の類推適用で、善、え、意、ー、のみで OK ということになります。いいですよね えと一応まあこれはあの今日1回目だからね、あのもう一応最初のところが確認するけど、だからこのような問題が出てきたときに、要は C が所有権取得できるかっていう話でしょ、C が所有権取得できるかっていう話で、でそのときにまあ94条2項の第三者としての保護は無理なわけですよね、なぜならば AB 間で通報ないわけですから。 だけれども、も、まあ、94条2項の類推適用、で今回は権利、まあ、者 A が不実当局を自ら作っているわけだから通報したのと同じだけの奇跡性がある、従って C は善意であれば保護されるという流れを作れればいいということですで同じようなパターンが、こっちですよねその医師が系で勝手に他人がやっちゃったというケースです、えー、例えばこの9番の例でいうと A が B の承諾を得ないでやったとっいうのではなくて B が勝手に A に内緒でやっちゃったというケースですね。 B が勝手に A に内緒でやっちゃったとっいうケースでただ A は不実登記が作られているんだけれどもそのことを長年にわたって放置していたというケースですでこの場合はまあここですよね真実の権利者がえ他人名義の存在を知ってえこれを目次明示、目次に承諾していた場合ですねでこの場合にはまあ明示的な承諾はもちろん目次的な承諾であったとしても結局虚偽の外観についての認識があるんですよ 虚偽の外観を作ったってことに対する認識に欠けるところはないのでそうすれば結局これっていうのはあれでしょう意思外形対応型と同じっていうことですね。<laughs> 結局実質的に見れば まあ9と同時できるだけの奇跡性が存在すると、まあ、いうことになりますので、えー、例えば9番、10番みたいなケースであれば、まあ、この2つについては、まあ、言ってみれば第三者保護要件は全員で足りるということになるわけですよね。でそれに対して10番、11番の累計がまあ判例上結構重要なところで、まあ、11番はあれですよねあの まず真実の権利者が仮登記作ってたとで虚偽の仮登記つけてたんだけれども勝手に本当に変えられて売っ払われちゃったとっいうケースですね。でこの時はあの端的にあの意思と外形考えればいいですよね。あのあくまででもある意思はこれなんですよ、まあ、A, A が え、真実の権利者 A が虚偽の第一外形である仮陶器を作って放置していたところ、えー、そしたら名義人 B が、え、自身の責任行為によって虚偽の第二の外観が作られているってことになるから、まあ、この場合は、ま、一応この仮陶器が意思で、A の意思で、で、この本登器が作られて売っばられちゃったってのが、まあ、これは、あの、作質外観ですよね。最終的に、 第三者が信頼するに至った作詞された外観ですから、まあ、これが一致してないってことになります、えー、そうするとこの仮陶器などですかねこの、まあ、今回本人ってことになりますけれども、えー、真実の権利者 A が作った第一外形、えー、仮陶器っていうのは A はその意思はあるんですよね、えー、第一外形に関する意思は存在していてで,でその後に、えー、虚偽の第二外観が作られたっていう場合ですからそうすると第一外観と第二外観っていうものは、えー これについては医師と外径が対応されてないっていうことになります。まあだからこの場合には医師外形非対応型になると。でここで結構あるのが理由付けがないっていうケースね。あのー。 その時には必ずあの特にこういう時いろんな時にちょっと触れていくけれども論文でたがつくのはその条文がないものについては端的に理由を書くべきなんですよねで特にこれなんか意思外形非対応だがが型だから110条も類推して無過失まで要するだったら点数あんまりつかないんですよね。ねこれは結局その A の意思と過失的な外見が一致しないってことは A の奇跡性っていうのが一段階下がってるんですよ。 で下がってるっていうことはそのやっぱり本人保護の要請っていうのも働くから第三者を保護するためには主観要件を課長すべきであり無過失まで要求すべきであるというそのバランス感覚というか交流感覚みたいなものをしっかりつかんでほしいというところがありますえなのでまあその部分をしっかりと書いていただければまあここは大丈夫かなと思いますまあやっぱりキーワードは医師外い非対応っていすることですからえ第二の外観を作出することについて A の承諾がないっていうのがまさにね この意思外形非対応で当たるということになります。で、この時にははいえーとまあ税無過失になるっていうことになりますね。税無過失第三者に放航すべきというのが判例になります。で、これあのたまにねあの論文のまああの講義まあポイント課に限らずよく聞かれるんですが、えこの判例はなんかね法益に照らしって使うんだよね。その仮登記使って、えー、それで勝手に売られちゃってっていうケース、本登記に変えられて勝手に売られちゃったは法益に照らし。でもう一つ十二番。 12番はこれあの事案としても結構有名で予備試験でもちょっとまあベースになったものがあったやつであの真実の権利者がだ騙される形で 当期、まあ、に必要な書類とかをほいほい渡しちゃってでそして、えー、その渡した書類を使って勝手に当期を、えー、移転させて売られちゃったとっいうケース、まあ、例えば高齢の、ねまあ、おじいちゃんとかが一、まあ、人暮らしのおじいちゃんに対して悪、ね、い、えー、やつが近寄ってきておじいちゃん一人だから、えー、大変だろうからあのそういう大切な書類は私が預かっててあげるよみたいに当期に必要な書類全部そのおじいちゃんから預かってで預かった人が悪用してそのまま自分名義にして売っ払っちゃったなんていう場合もこれ110条の問題になります。 あのいわゆる意思外形非対応型になる、まあ、なぜかといったら、えー、この言われるがままに登記詰め書を渡すことによって虚偽の外観が作られたということであればそれは結局 A というのは結局、作出意思がないんですよ。まあ、言ってみればこれ A が被害者だよね、えー、むしろね、えー、騙されてやられちゃったとっいう、ねえー、ことになりますから。でそれに対して まあ、作出された外観っていうのは、まあ、B 名義の外観ですからそもそもやっぱり外形対応してないんですねその A の作出意思がそもそも存在してない中で B が作られちゃったっていうことですでただこのような場合判例はこの不注意があった場合 であればやっぱり A に奇跡性があるんだっていうことであれば、えー、や,っやっぱり取引の安全ということに尽きるとは思うんですよね、すごい抽象的なワードだけど、やっぱり A と C、どっちを保護するかっていう話なんですよ。まあまあ、こ,の図だこの事例だったら結局 A の、結局 A が所有者で,で勝手にまあ何の関与もなく B が登記名義作っちゃって、えー、C に売却をしたってことですよね、こういう状況ですよね。で、えー、この A と C との間の利益考慮の問題。 ということになりますから、まあ、原則としてやっぱり通報ないんであので、まあ、AB 間に通報がない以上は <laughs> 無理だわなってことになるんだけどあの直接適用は。だけれども、やっぱり A の軌跡性っていうのが一定程度見出せるんですよね。その言われるがままに登記済証を渡すということに A の軌跡性が一定程度見出せるから94条2項が想定するような積極的ないわゆる外観作出とは評価できないまでも。 えー、そこまでは評価できないまでも A に規跡性が認められる以上は C をまあ保護する余地はあるとでその保護するための要件が全員無過失まで要求するんだよということを論じればいいわけです。とい、ねえー、まあそうすると A に一定程度の規跡性があると。で 一応まあ判例は何て言ってるかというと、一応、累積適用ですかね、94条2項、110条の累積適用によって、全員無過失の第三者を保護するとまあいうことになりますが、判例はちなみにこう言ってるんですよ、A の規制性の程度は、自ら外観の作出に積極的に関与した場合や、これを知りながら、あえて放置した場合と同時しるほど重いと言うべきとまあいうことは使っていますが、ただこれは、ちょっと読み方要注意なんですよ、この通り読むと、第三者保護要件は全員に見えるよね。 いいですね、だって自ら外観の作出に積極的に関与した場合やあえて死にながら放置した場合なんていうのは典型的な9番、10番のような場合をなんか念頭に置いたような言い方はしているんだけれどもただ、判例はこの事例で94条2項だけではなくて110条も類推して善意無過失まで要求してますからそうするとこの同志しうるほど重いって言ってるけど全く同じとは見てません。いいですね、全くく同じとは見てなくてな、えー、要するにそういうい 自ら外観の作出で積極的関与したりとかあえて放置した場合と、まあまあ、近いようなあの奇跡性はあるよというぐらいで読んでくださいあの同じ奇跡性と言ってしまうとこれ説明つかないので、えー、ということは、まあ、この同志しうるほどというのは、まあ、あくまでもその奇跡性の程度まで同じだとは言っていないと考えていいと思いますあくまでも一段階医師外形対応型のような場合から比べると一段階下がってくるということになりますで、まあ一応善意無 えー、ということになりますでこちらも同じでしたね、えー、善意無過失ということになりますがでよくばここで質問を受けるのが11番と12番の事例で法、えー、位併用と累推適用という言葉の使い分けがあって、えーまあ、じゃあ、法位併用の時に累推適用って使ったら罰なんですかとかね、えーまあ、こだわる人はこだわるんですわであの結論から言うとこれは全く気にしなくていいです。 あの110条を法的根拠にしている類推適用ということが示せていればあのまあもちろん、これね法医、併用と類推適用の違いがどこにあるって踏み込んだらい,もいくらでもあります、正直なところですが、正直なのは予備試験とかのレベルですよね予備試験のレベルっていうふうに考えたときにあのそこの違いを論じるっていうことにあまり実益はなくてなぜ110条が持ち込まれるのかっていうことまあ,あとは直接適用できないことね。 直接適用できないこととなぜ110条を持ち込んで無過失まで要求するのかというその、えーまあ、理屈だよね、その理屈をどれだけ丁寧に言えるかとあとは具体的にどれだけちゃんとした認定ができるかという、ねえー、ことの方が重要だったりしますのであの私は全部、あの私は,、ね、私はもうこういうものはできたら全部、医師外系被体は累積適用で統一していますので,、えー、で統一して今までなんかあの分からないですけどなんかなんか試験上の不利益を受けた ことは今までないので、えー、一応、まあ、もしなんかちょっと気になるなって方はね、あの、調べてもいいけれども、まあ、あの、効率性融資、効率性を重視するんであれば。もう普通に、まあ、類推適用でいいんじゃないっていう感じでいいかなと思います。まあ、こっちの場合は上と違って、第三者が全員無過失になると。 までで必要とととされれるということが言えていれば、OK、ですでちなみになんで94条2項に加えて110条が求められるかということも念のため確認ですあの無過失要件を付け足したいということとあともう1つは110条に似てるかかららですからね事実関係がね、えー、よくこれ、答案とかで何で110条持ち込むのっていうので、まあ、もちろん理由書く時間がなければ終わりなんだけどもし110条持ち込みたかったら要するに110条の事実関係と110条に、まあ、由来する奇跡性に似てるんですよ。 要は110条って何かって言ったら権限外の行為でしょつまり賃貸借任しておいたら賃貸借任しておいたら売買勝手にやられちゃったみたいに結局はまあ元々は代理権を一定程度何か、ね、基本代理権授与してそれを逸脱されちゃったっていうのはまさにこの意思外形非対応型の行為をされたっていうことと、まあ、あの事実関係が共通するっていうのとあとはある意味、被害者だっていうところも似ているわけですよ。 その本人がある意味被害者だというところも110条と似ているということからすると、まあ、やっぱり110条のまあ適用場面、えー、権限外の代理行為ですね、えー、表権代理の適用場面と似ていることに加えて、えー、その奇跡性の程度というものもまあまあまあ類似できると、えー、類似しているということをまあ言えれば、えー、一言コメントするにあたってはそれで足りるかなとは思います、まあ、大体えこの辺りのところは、ねえー、指摘できれば大丈夫かなというところですね。<laughs> まあ言ってみると、奇跡性の内容もさこれ覚える必要が特にあるわけじゃないけど110条で出てくるからどうせやっておくと奇奇跡跡性性の内容ってさそいつに任せたことが奇跡性なんだよねあの例えば代理権の乱用ってそうじゃん例えば賃貸借の代理権与えたら勝手に売られちゃったっていった時の本人の奇跡性ってどこにあるかってそんな不誠実なやつを代理人にしちゃったことに奇跡性があるでしょつまり勝手なことをやられちゃうような状況を作ったことに奇跡性があるわけだそうするとこの11番とか12番の要するに奇跡性とすごい類似するでしょ。 でその勝手に本登記されるような状況を作っちゃったとか、えー、そういうい信用できねえやつに、えー、登記済証を渡しちゃったとかそういうことにあの奇跡性の本質を求めるということになるから、まあ、そうするとそこの部分に、えー、あるんだということは特に予備の場合もそうだけども論文書くというポイントはとりあえず書、ね、ける時には書けなきゃいけないというね。 あのもう時間がない70分の試験ですからもう書けないって場合にはそれはもう走るしかないんですよ、えー、そこはもう仕方がないだけれどもその場合によっては勝負どころになる場合っていうのがあるわけですよねもうメリハリでいうと、えー、例えばまあ問題文見た時にこれってのは間違いなく94条2項類推論で一定程度点数振られてるなとかね。 えーまあ、そういうふうなことが明らかな場合にはその理由付けっていうのが根拠っていうところをきちんともう端的にでも示せてるっていうことが重要になってくるのでその辺のところは例えば「百十条類推」って言われた時に何で百十条持ち込むかってことを一言枕言葉に入れるんですよ。 その110条のまあ権限外のえ状況と類似していることに加えてえそのえ本人の軌跡性というのがまあ代理権乱用の際のえ本人の軌跡性とこういう点で類似しているからみたいなことを一言、枕言葉で載っけるだけでえ全然説得力も変わるしあとはまあ採点時間とかまあ予備試験ないんだけれどもまあいろんな,なんか採点の,さあの再現答案とのまあいわゆるフィットみたいな帰ってきた答案のフィットとかでいうと合ってるけれども理由がないというものの評価ってあまり高くないんですよね。 あと,あとは事実載せているけれども事実の評価がないというところがあの意外とそこに積み上げで評価がなかっったあのそういういところって評価が高くなかったりするのでその正直もあの予備の論文というのはもう時間内でやる点取りゲームみたいなところがあるから全部やってたら70分で終わらないとだけど時間があるという時にそれをパッと引き出せるというような。 えところとた時私が枕言葉にちょっとこれつけるとかってこれ本当スキルなんですよもう経験の中であのもうまあこういうふうに枕言葉でくっつけちゃおうみたいなのっていうのはある程度過去問のの添削であったりとかあとはまあこういうふチェックシートやってってもそうだけれどもその中でえ例えば自分が書くんだったらどうしようみたいなことをすらすら言えるっていうのは非常に有効ですだからまあ今日1回目だから復習する時とかもそうであのチェックシートってまあ見て覚えてもいいんだけどあの言葉で説明する っていうことはあのぜひ、えー、やれるといいかなと思います。で、あの大体の場合結論と理由付けみたいになってることが多いだけど、その理由付けを例えば文章っぽくその結論の中に落ち込んで自分の言葉でまあ口頭でもいいしね、喋ってみると。だからこれこれこうだからこうであるっていうことでしょう。 でこれこれここうであることに加えてこれこれこうであるからこうであるみたいにあのチェックシートの中だったら結論と理由12になってたりするんだったらそこの部分をある程度じゃ短く端的に一つの文章にまとめたらどうなるんだろうみたいなね。 えー、そういういものはトレーニングしておくい。それは自分でやれるようになるとそこが、ね、必要なければ外せるし伸ばしたければもうちょっと事実関係に即して伸ばしたりとかってできるようになるのでそこを自分の言葉で作るっていうのは結構重要になっていますでそれはま今までだったらそれが論調と呼ばれるものでパッケージで覚えるってなんだけどパッケージで覚える場合どうしても自分で作ってないから。 その、お、なんかどこ抜いていいか分かんなくなるでしょう。だからまずは、あの自分の言葉で説明するっていうところをね、ちょっと、えー、意識してもらえればと思います。で、説明すべきことは全部チェックシート書いてあるので、そこを要するに過剰書きになっているものを文章として自分なりにまとめていく。で、特にどうまとめるかが、まあ、この講義の役割なので、そこら辺のところを、え、ちょっと意識してもらえればと思います。じゃあ一応ここまでのところがですね、まず、 いわゆる94条2項論ですが、まあ、今日のところで少し戻っていくとです、ね、あの94条2項についてはちゃんと触れなきゃいけないのが、まあ、定義型ですね、えー、漏れてたら非常にまずいもの、えー、94条2項第三者の意義ですが、まあ、大体、転得者みたいなもんだったりとか、あのー、例えば転得者とか低等権者みたいなものであれば、まあ、ほぼ満たされるんですが必ず認定はしてください、えー、この当事者及びあごめんなさい当事者及び包括証継人以外のものであって新たに独立した 法律上の利害関係に入ったものね。まあ、あの端的でいいと思いますよ。あの、特にこれなんかは、あの単純な転得者とかね。であれば、もう飛ばしちゃってもいいかなってところもあるんだけれども。えー、ただ、まあ、書けって言われたら、書けるにしなきゃいけない。 そうすると、まあ、当事者および包括継人以外なものであってがまず大前提ですで特にこれ物件なんかでよく出てきますから、ね、相続人とか絶対入れちゃダメですからねだからね包括承継人ってことですから、まあ、商法の世界だと合併会社とか出てくるんだろうけどね、えー、商法だったら合併会社とか出てきますけれども、まあ、民法では通常法人出てくることは少ないですから、まあ、いわゆる相続人などなどっていうことですね、えー、896条かな でまあ、新たな、えー、独立した法律の利害関係を有するものに当たるかどうかっていうのを見ていけばいいということになります、まあ、詳しくどういうものが当たる、当たらないは担当で出てくるので定義がっちり言えるようにとであとは、まあ、先ほど触れた通おり、えー、94条2項これ直接的要論の知識ですが、まあ、無価値であることは、えー、いるかといったらいりませんね、えー、これはもう条文上いらないのであの基本的には問題ないんですがあの実はこの話っていうのは累積的要論で要するに意思外形対応型ならば無価値はいらないよ だけど医師ど意見外形非対応なら無科室いるよという前提知識ね94条2項の直接適用の場面であれば、えー、善,意は善意のみで足りますでこれはまあ本人の軌跡性が大きくて条文上も要求されていないであともう一つ、これ結構書き忘れるんですが登記不要ね、えー、とこれはあの頭出しとしてちょっと入ってないと忘れちゃいます、えー、例えばえ、先ほどの第12番の問題とかで、まあ、こうやって所有権で移転移転ってあったときにこうなっている場合ね C が登記を備えているならば別に、これ一回消しちゃいますけど C が登記を備えているならば特に問題ないんだけれども例えば C が登記を備えていない場合には一言触れるようにしておいてくださいねえ例えばこのように、例えばこの事実関係12番の事実関係で主張反論の組み立てとしてはえおそらく C は B からの承継取得を主張するんですよ。ですよね、B から買ったっていうことでね B からの承継取得に基づいて C は所有権に基づいて例えばこう不動産持っておると。 A が不動産実際占有しているということであれば、えー、例えば C は、えー、BC 間の売買契約かな、BC 間の売買契約による承継取得を理由として、所有権に基づいて A に対して、えー、請求しますよね。で、A っていうのは94条1項で対抗、あの、94条1項で反論しますよね。 っていう話になります。そうすると、まあまず主張としてはどっちからが出発点になるかっていうのはまあ問題によるけれども、まあ C が出発点になるならば、C は B-C 間の売買を理由とした承継取得で A に対して引き渡しを求める。で A はそれに対して通報虚偽表示による無効っていうのを主張しますよね。でさらにそれに対して C が再反論としてこの94条1項の無効の再反あ94条1項の無効という A の反論に対して C は いわゆる94条2項ないおよび110条の類推適用論による、えー、信じた通りの権利取得という再反論をしますよね。でこの再反論で,で C に登記がなかった場合に例えば A の側からはいわゆる登記 <coughs> 献血の神戸みたいなことは言えないってことです。と、えー、いうのは言えずあのこれはもう判例上、えーま、C は登記がなくてもいいってことになりますから、えー、C からの再反論として。 94条2項ないおよび110条の累積適用が認められた場合にはそれでも終わりということですねで理由もシンプルねあのこれ94条2項とにかく間違いやすいのは A からの直接取得ねあの A から BB から C といった点々的な取得ではなくて94条2項が認められた場合所有者からその保護されるものに直接的に承継されますからねですから A と C っていうのは物件変動の当事者なんですよ、まあ、よく これは間違いやすいところであのちょっと今年、チェックシートでもちょっと書いたんだけどあ,のあくまでも B を介して転々と動いているってわけではなくて A から C にダイレクトにえ所有権が移転するというふうに考えられています、えー、ですので、そうすると AC 間の関係というのはもう単純に全種公種えまあ時効でもやりますけど物件変動の当事者の関係に立ちますからえそもそも対抗関係には当たらないということになります、えー、したがって <laughs> まあここですよね まあ一応理由付けとしてもまあ言ってみれば、えー、権利者、もともとねマルシしました、真の権利者から、えー、善意の第三者に対してまあ今回、今回、所有権とは限らないので、えー、権利が移転と。 移転すするとということになります <laughs> ですので、えー、少し順番としてはあれなんですけれども、まあ、間違いやすいものがです、ね、6番7番7あたりです、えー、あのこれ、結論は多分担当だったら外さないんだけれども、その6番、7番とかでよく間違えちゃうのが、この虚偽表示を信じた第三者と、真の所有者からの土地の譲り金との関係っていうのがあって、まあ、これだとなのこっちゃってなるから、 とりあえず単純な図を書くとここで94条1項で通報共有表示が AB 間にあってでまあ B が C に対して売ったで A が D に対して売ったでこの時にどっちが所有者なんですかって時にまあ CD 間が対抗関係に立つとまあいうことはまあ皆さん、多分これは担当とかでも出てくることだからまあいいと思うんですがあ,のあくまでもこれもしっかりと分析的に検討すると A を起点とした二重譲渡になるのは A から C への直接の権利点。 と売買による承継取得これがストレートにこういう感じあの A を起点とした二重条との関係に立っているということですだから A から BB から C っていう移転は観念してないんですよあくまでも94条2項で保護された場合 A から C へのダイレクトの、えー、承継が認められます A から C へのダイレクトな承継が認められるから AC と AD っていう形ですねどちらもこれ承継取得なんですよね、えー、承継取得の関係に立ちますから であととは、まあ、ちょっと確認ね、これもし、なんのこっちゃっていうところがあったらちょっとまた復習しておいてほしいんですが、まあ、時系列として例えばこういう時系列にしましょうかこ,ういうあこっちを1でこっちを2とこっちを売却と、まあ、こういうふうな時系列にした場合 A は D に対して売却できますかという話ですよねで。これはあくまでも先ほどあの不完全物件変動説の応用ですからね。 え実際に AB 間で通報虚偽表示があって C に対して売却がなされたとで AB 間で通報虚偽表示がなされて C に売却がなされて C がまだ登記を備えていないとまあ例えばこの登記が例えば B のもとに置いてあるとまあこれでね AD 間の売買成立するという事案はなかなかねレアかもしれませんけれどもただ少なくとも例えばこういうふうに BC 間で売買がなされてでそれで C がまだ登記を備えていないということはこの AC 間の承継取得に関して言えばまだ不完全な物件変動ですよね。 えですからまだ不完全な物件変動ですから A が完全に所有権喪失しているわけじゃないんですよねあのこの D が現れた場合は D が要するにこれ難しいところで AC だけならば結局、登記なくして主張できるんですよ。いいよね、AC 間の関係では全種公衆物件変動の当事者の関係だから C は A に対しては所有権主張は問題なくできます登記があろうがなかろうが関係ないです。 登記があろうがなかろうが A に対しては完全な所有権は主張することはできますけれどもただ第三者 D との関係ではあくまでも対抗関係になっちゃいますよね。ということでつまり配達性がないんですよあのここはだから177条の問題をちょっと確認ということになるんだけど通報虚偽表示がなされて BC 間で売買がなされて C が94条2項の第三者ならば A から C に対して直接の承継取得があったものにされるからまあ言ってみれば AC に売買があったのと同じです。 AC 間で売買があったのと同じような状態なんですよで,でそうすると C は A に対しては投機なくして言えますよね物件変動の当事者ですから投機な,なくして C は A に対して主張することはできるけれどもただこれはあくまでも A に対して、えー、所有権を主張できるだけであって第三者に対して主張できるわけではないよねあくまでも不完全物件変動説に立てばそうすると A が D に対して売却したってことであれば要するに AD 間の売買 AC 間の売買の二重譲渡と同じですからお互いに 言ってみれば所有権を主張し合う関係になるから、先に登記がいるとまあ、いう関係に立ちます。まあ、ちょっとここはあのなんか何言ってんじゃって話になるけれども。あのここの部分はちょっと要注意なんですよね。<laughs> その？94条2項の第三者は、真の所有者から直接に権利を承継取得するっていう関係があるからということです。で、これは多分6番の問題ではそこまで大事にならないんです。あの問題になるのが7番なんですよ。その虚偽表示の相手方が。 AB 間で通報虚偽表示があってで B に登記がなっている中で C に対して売買こうししますね D に対売買、まあよくありそうな話だよね、これもね。これも慣れてるとえなんか所有権のえ二重譲との関係 であると、まあ、いうふうにまあ取れるんだけどただこれも本当に要注意であの B を起点とした二重譲渡と考えるとこれは間違いです,いいです、ね、あ,のあくまでも94条2項の要件を満たした場合には94条2項の要件を満たした場合には真の権利者との関係で直接に所有権を取得するということになりますからこれっていうのはあの B を起点としてではなくて B が間に介入してるけれども結局こういうことがね A を起点とした二重譲との関係になってますからねい。いどちらも善意だったって場合ねえまあ虚偽表示の相手方が第三者に土地を二重譲とした場合の関係ってことになりますのでまあここも。 まあ対抗関係に立って当期の戦後で決せられるということは変わりませんがあの真の所有者を起点とした二重条と類似の関係に立っていますので、まあ、ここはあの <laughs> しっかりと押さえておいてくださいあので実は、これ、答案とかで、まあ、あまり聞かれるかというと、ねまあ、予備試験とかだとこういうなんかゴリゴリした94条の問題ってのは平成23年とかにしかまだ出てないんだけれどもただ、これね B を起点とした二重条と類似って書くとかなり理解が怪しいとうう思われる。 なぜかって言ったら B に権利転したっていうことを認定することになるでしそれって。 例えばこのような事案があった時に C と D は対抗関係で、えー、まあ B を起点とした二重0条類似の関係に立つというそういうもし記述があるとあこの人は94条の通報共有表示の無効って分かってないなってことになりますからね。通報共有表示無効なんだから B に所有権移転するなんてことはありえないんだから B を起点とした二重条度とて言葉が出てきた時点でまずいぞっていうことになりますからそこはあのしっかりとあの復習する際には A を起点で、要するに権利者は A なんだから。 A から C への承継取得と A から D への承継取得というものが今回ぶつかっているというところです、ね、あの B が所有者ということになることがあり得ないので B を起点とするということはまあ考えないといけませんよということは押さえておいてください。はい、ということで、えー、一応ここまでのところです、ね、あと少しだけ、えー、このセットですけれどもちょっと最初ガイダンスを見えたことしゃべっちゃったので、えー、94条2項論だけはあの終わらせてしまいます。少し戻りますすす、えー、つ目こののの辺はももう典型ででね、えー、94条2項の第三者の範囲ですけれども あの理由付けだけ言えればいいかんねあのいわゆるこれですわ AB 間で通報共有表示があってで C に売りました D に売りましたで、えー、こいつが悪意でこいつが善意って場合これは4番のケース、えー、94条2項の問題で×、まあ、が悪意、えー、丸が善意ちゃやつですで、えー、5についてはこれはね あのー、物件変動、まあ、次回の講義が物件ですが担保物件までいきますから、えー、次回の講義でもこれはやりますが、まあ、こっちのパターンですよね、でこのパターンの法的構成、全然違うのであの、そこは大丈夫ね、しっかり確認しておきましょう、あの上の場合は D を94条2項の第三者に含めるっていう考え方ね、えー、つまりこの悪意者がいて、善意者っていうようなこの転得者が悪意だった場合には、この場合の法律構成っていうのは、 含まれると。まあ、この話ですね、えー、悪意の転得者からの転得者もえー、94条2項に入りますよ。とだから、この人が善意ならいいやね。って話になるわけです。ただ、5番はもうとにかく間違えちゃいけないのは、あの c が確定的に権利者になって d に承継取得されるっていう理解ね。そのもう民法ってあの本当にあの物件変動の話。その承継取得っていうのがとにかく出発点だから、その例えば。 このように悪意者が現れたという場合であったとしても、まあ、結局、このようにここで一人でも権利関係フィックスされればいいんでしょう。あるならばここでも絶対的公正で確定的に権利取得します。 だからこの4と5って根本的に違うのは4ってのは A から D への権利点なんですよいや、ね、94条2項に入ってますから D が94条2項の第三者なんだからダイレクトに第三者として94条2項の第三者として A から D に所有権が移転してるんですよでそれに対してこの5番の問題っていうのは C が善意でしょ C が善意だったら A から C にまず ここで94条2項で権利点してるんですよ、A から E に。で、そしてこの部分っていうのは、単純に、完全な所有権ですよね。まあ、だから、この辺もまあ、 結論としてはですね、まあ、D でも C どっちの D も認められるよっていう結論は変わらないですよ、もっけーっていう感じなんですね、えー、どっちでもいいよっいうことになるけれどもここでもうとして A から C への権利はもうあるんだよねでであとはまあそれを絶対的構成っちいうわけでしょ。 一、えー、人でも善意の人が現れたらそこで権利関係が固定されてあとは絶対的公正で C の確定的な権利が D に、えー、承継取得されると、えー、だから普通にだから D が94条2項とか言い出したらもうおしまいってことですそれはありえないってことですね、えー、なのであの実は全然違うよねだから4番の問題はもう D 名で1段階なんですよもう A から D にダイレクトに所有権が行ってるんですよ で5番の問題っていうのは A から C に94条2項で言っているのを D が普通に売買とか承継し得く普通にしているとだからここでもフィックスされてるよって,ことっていう違いがもう全あ,ありますので。 あの一応まあ絶対的構成というのはまあ聞いたことあるし、まあ、担当だとすっとで出るんだけどあの担当と論文の橋渡しみたいなところがあって、えー、とここはもう担当ではまあ当たるんだけれどもじゃあ論文で書いてくれといったときにあの正確な理解が拾えているかというところは結構重要になってくるのであの、まあ、ここでもう一度確認しておいてください。はい、ということで一応4番がまずこの上のパターンですで次のページ2番にあった、えー、この5番がいわゆる絶対的構成ということになります。 でで個人的にはいろんな理由があるんだけど、まあ、この1、2、3ですねあの、転得者は全市の地位の主張できるとか、早期鑑定の要請とか、転得者がまあ有効に権利取得できないときには、まあ、転得者が C から追奪されて、債務不履行責任追及されるよみたいな、さまざ、あ、まな理由付けというのは立つんですが、あの試験対策だったら、私は任言って終わりでいいかなと思って、もう書けって言われたらまあ、ね、3とか書いてもいいと思うんですよ。だもし仮に この絶対的公正が認められないと D が C に対して債務不履行に基づく損害賠償とかしてくるでしょもし仮に、えー、これ絶対的公正が認められずに D がもし仮に権利,権利が取得できないってことになっちゃうと CD 間の売買契約とかがあればね CD 間の売買契約の債務不履行とかで D が C に対して責任追及できちゃうそうすると前員者である C が責任追及されるってなるとかえってこれ94条2項の趣旨反するでしょうと。 絶対的公正を仮に取らなかった場合には、まあ、D が権利取得できないそうすると D から C にせ責任追及が飛んでくると。 まあそれはやっぱり94条2項の趣旨反するからやっぱり妥当ではないよっていうのは一応、理由としてあるんですで頭の片隅入れといていいけどあの私の経験上、この絶対的公正が出てきた場合にはそこまで理由付けがっちり書くっていう機会はあまりないのでもう法律関係の早期確定の要請からもう権利関係はもう一人決まったら決まるにしちゃいましょうってそれでいいですでただ、そこの部分の証券取得の方をちゃんと書いた方がいいよ。 そこで確定するから確定的な権利者からの承継取得なんだって方を書いた方があのおそらくは正しい理解を示せますからあのそこはまあメリハリとして押さえててくださいでこれはちなみに177条の問題も同じだよねあの配信的役員者が絡むような177条の問題とかあとは債権の譲渡、えー、債権譲渡なんかの場合でもあのいわゆる譲渡禁止特約がついている債権の債権譲渡をめぐる問題でも同じ問題が現れてきますよねあの譲渡禁止特約の譲り受け人というのは悪意または重過失だったらね あの請求できないってやつね。で、まあ考えてみたらその辺のものも全部共通していきますので、まあ詳しい話はですね、ちょっとまあ参考的な番号だけ言っておくと、まあ今言ってる話っていうのは、えー、っとですね、えー、っとまあ92番かな。絶対的構成に関して177条の問題としては92番。えー、それから、えー、っとですね。 また債再建譲渡に関しての絶対抵合性は205番あたりでありますので、まあ、一応 CF で書いておきましょうかね、えー、あ,とあ,とあとあとというか、ね、これ通学、ズームであのそのタイミングで受けられているけど本当1週間後ぐらいにこういうとこ入ってきちゃうので、えー、一応90番とか、えー、205番,、ね、20番です何かも参照にしておくと、えー、いいと思います。<laughs> えーと90 違ったすみません、<笑>92<笑>えと、絶対的構成に関しては、まあ、92番とか205番とか、まあ、このあたりのところでも、えー、合わせて出ていくことになりますので、えー、確認しておいてください。で、最後に、えー、こちら、<coughs> えー、と本当にあの片隅に入れとけばいいだけあの話、用物契約の話です。用、えー、物契約における目的物の交付を書く場合の94条2項の問題ということです。でこれはす、あのー、すごく細かい話なんですが、えー、例えば まあ、例えばですよ、書面によらない、えー、消費対策契約、えーまあ、書面による場合は、学生的ですよね、ですけれども、書面によらない、えー、消費対策契約とかであればあの、目的物の交付っていうのが契約の、まあ、いわゆる有効要件になりますよね、成立要件になる、そうすると、例えば、なんか消費対策契約、まあ、いわゆる洋物契約としての消費対策契約がも基づいて行われたんだけど、まだ手元に、A のもとに置かれているという場合です。 まあ、例えばお金とかだったらあまりないかもしれないけれども例えば、まあ、用物契約としての消費対策で、えーまあ、あり得るとしたら、まあ、あまりないけど、ね、お醤油三3リットルとかね、えー、お醤油う3リットルをなんかあの貸すなんていうので消費対策ってありますけれども例えば、そのお醤油3リットルの,その消費対策契約がなされて、えー、だけれどもまだ引き渡しが行われてないという場合でこの場合にはそもそも問題の所在として契約が成立してないんだよね。 だから、ね、そもそも意思表示の有効無効とかっていう以前の問題になっちゃうからそうするとそもそもこれって94条2項の適用の余地がないんじゃないかっていうすげえ細かい議論があるんですでただこれもあの一応判例の立場としてはもう用物契約の成立を信じさせる外形があってもう第三者がこれを、えー、信頼した場合には肯定するという立場に立っていますつまり、えー、一応問題の所在だけやっておくと用物契約っていうのが なわけですよあのこれは587条なんかを例にとるとね、えーまあ、そもそも契約は不成立だからそもそも意思表示の有効性以前の問題ではないかっていうねあのもともとこの94条2項って意思表示の有効性の問題だから結局はそ,のそもそも契約として成立していないのであればその有効無効って以前の問題なんじゃないかっていうのが一応まあ議論としてはあるんですで一応これに対してはも結論のみでいいですあの用物契約であって目的物が交付されていなくても要するに要物契約があるという信頼があればいい その養物契約があるという外観が信頼されていればそれで足りるとしています。というのが一応問題の取材としてはあるんだけれどもまあ結論としては。 まあこのように要物契約を信じさせるだけの外観があれば足りるとまあいうことになります。はい、ということで一応、ここまでのところちょっと1セット目ということになりますけれども少しあの最初のガイダンスや説明っていうのがありましたのでまあ少しゆっくりめということになりましたがえ少しここで休憩を挟んで休憩後え13番から見ていきますが今度はまあ代理をめぐる問題ですね、代理をめぐる問題についてどんどん進めていきます。まあ、今日はは、ね、一応そう目安としては 1>, 1回目の講義で総則、まあ、が一応、目安になるので、えー、とチェックシートで言うと、えー、17ページの83番チェックシート本体のね、えー、ぐらいまでのところが相続の内容になりますが、まあ、一応、時効の、えー、総論的な部分までは進む予定ですのでああの次のセットのところで、えー、今度は代理についてちょっと見ていくことにいたしますじゃあそれででは一旦ここで休憩します。 それでは2セット目ということでここからは前回ね1セット目で扱ってきた意思表示のところの続きとここから代理ですねの内容について見ていきます。大体第2セット、第3セットが中心代理ということになりますのでまず最初先ほど12番までねがっつり扱いましたが13番以降のところを見ていきますまず、昨語論ですね95条の昨九96条の詐欺脅迫ということになりますがまずは要件言えるようにねということです。番はねなののでこの 内容についてはまあ一般的に動機の錯誤と呼ばれるものになりますか、ねえー、まあ動機の錯誤の要件ということになりますが、まあ、一応、気をつけてほしいのは、表示されていたこともそうなんですが、丸三ね、あのあの法律、行為の目的、および社会通念に照らして重要なものであることを、ね、こちらあのわ、忘れちゃいけないものなので、これはあの別に、いわゆるあの95条の錯誤、えー、全般の柱書きになっているところなので、えー、ここの部分は、えー、必ず拾っておいてください。 えまあ95条柱書きの法律行為の目的及び取引上の社会通念を照らしては重要なものというところのこれ認定を忘れる方非常に多いのでえまあ要件としてちゃんと認定をしていくことでそれからまあとはよく出てくるのがまあ表示されていたということですけどこれは目次的表示で OK ねえーも目次的な表示でも OK ということになりますので。 えまあ目次的表示でも OK ですからまあこの辺りのところはしっかり確認しておいてください。えー、特に、まあ、あの後々になって学習するところではありますけれどもあのいわゆるあの品質に関する契約内容不適合の場面とかなり重なってきますね。ねということになりますので。 まあ、いわゆる錯誤ですね、えー、動機の錯誤を理由として、まあ、意思表示を取り消すっていう場面ということになりますが、あの一応、要件はしっかりと見ておいていただければと思います、であとは取り消し権者については、これはあの過去に予備試験でもね、えー、出題されているところですよね、えーまあ、もう取り消し権者に関しては、もはやあの条文がありますから、120条2項で、可、え、視、ー、ある意思表示をした者を代理人、または承継人ということで、もう要件としてはですね、えー、法定されてますので、こちらの原則論、ちゃんと拾っておいてください。えー、ただ、まあ 結論はあるんだけど、これ非常に重要な例外がありますよね。あの再結代金の行使になります。で、こちらはあの作業取消しの再建社代について、あの詐欺取り消しや作業取り消しが再建社代できるかということについては、あのまあ、予備試験の過去問の中でも普通に問われているところなので、えー、しっかりと要件と合わせて見ておいてください。えー、まあ、特にあのポイントはここだよね、あの再建保全の必要があることと、表示者が作を認めている場合ね。 これはかつては、ねえー、これ、錯誤無効の時代の判例ではあるんだけれども、まあ、債権保全の必要性があって、表、えー、依者が錯、えー、誤を認めている場合に限って、えー、大債権者、えー、はですね、えー、債権大権を行使して、錯誤取り消しが主張できるっていうのが、まあ、一応、えー、一応、まあ、判例の立場と考えていいでしょう、まあ、そうすると、まあ、いわゆる非大債権がちょっと変わった形になるけれども、 まあ例えばまあ A が B に対して持っているまあ95条取消し権があればまあ例えば、大債権者、非保全債権があるということであればまあこの要件、ね債権保全の必要性があること、を表依者が錯誤を認めているというまあ2つの要件を満たしている限りにおいてはえこの大債権者、これ、マル秘というのは非保全債権ということですね、非保全債権を持っているえー C がえーこの95条取消し権を 代行することが可能ってことになりますので、ここはしっかりと確認しておいてください。で特にあの論文対策という点で見ると。えっ、ー、と一応これについては、この百二十条二項で取消し権者が法定されているってことに加えて。え四百二十三条一項但し書きの一審専属権か否かっていうところも一応問題になりますからね。あの一審専属権じゃないっていう考え方になります。そうすると。まあそもそも詐欺取消し権とか錯誤取消し権とか、こういうまあ意思表示における取消し権っていうのは。まあその人に対しての一審専属性があるんじゃないか。 っていうことから、まあ423条1項正しがきで、えー、禁じられるんじゃないかっていう議論もあるんだけど、ただあくまでもこれ財産権と密接に関わってます。あのいわゆる意思表示の取り消しっていうのは、まあいわゆる財産上の行為についての取り消しですから。<coughs> 一応ちょっとまあサッと触れておくと、まあ一応これあ失礼しました。えー、423条1項正しがきの まあ一専属権じゃねえかっていう問題も同時に出てきます要するにこの要するに A が B に対して持っているこの錯誤取消権なり先取消権をえ C が代行しできるかっていう問題は2つの問題ねだからね、えー、1つはそもそも取消権者じゃない人による取消でしょって話です、えー、いいですねこれはあの訴訟だったら法廷訴訟担当になるわけだからえ C が事故の名で取消権を行使しますから いいですね、ちょっと民相になっちゃいますけどね、えー、民事訴訟法で言えば対決大訴訟というのは、ね、法定訴訟担当ですから C が事故の名で A の取消権を行使することになるからそもそも取消権者かという問題っていうのが今、この14番で話している話なんですよ。で取消権者であるということを前提としてもそもそも一新専属権じゃねえかという問題がもう一つ出てくるということです。ただこれはやっぱり財産上の ということの辺りのところを論じていけばいいとそうすると、まあ、この、えー、よくあるこれはねあの詐欺取消権を他の人が代行してできるかっていう問題だとすると、まあ、まず最初一つ目の問題としてそもそも C が取消権者かっていう問題ですよね。ごめんなさい。そもそも 取り消し権者ですかという問題とそれからもう一つそもそもこの95条の取り消し権これはもちろん96条の詐欺取り消しとか脅迫取り消しも同じで、まあ、このあたりの問題はそもそも一審専属権なんですかという、まあ、2つの問題がこう現れてくる <laughs> ところになりますので、まあ、もし仮にこういう問題が出てきた時にはそれが処理できるようにしておく必要があるかなというところです。 はい、であとは次のところについてはもうこれは担当っぽくなりますので、えー、確認です、あの第三者保護の関係からすると詐欺取り消し、作後取り消し同様ですね、作、え、後、ー、取り消し前と取り消し後の第三者で分かれますよね、えーまあ、いわゆる作後取り消しは,、えー、は95条4項、詐欺取り消しは96条3項の問題です、で一般的に取り消し前の第三者ってことになりますから、全員無過失であれば保護されるってことになりますね。でこれはもう条文があるので <coughs> えまあ条文があるので95条4項で保護していくと、釈放取り消し後の第三者はまあ対抗関係として処理していけばいいということになりますから、まあ、理由付けだけさっと触れとけばいいかな、あの復帰的物件変動ね、こっちはね。まあ、反連立場がその立場ですから。 不規的物件変動説の立場で考えていくと、まあ、詐欺取り消し後の第三者というのは対抗問題として処理されることになりますであとはですね次の、えー、いいですねこれ96条3項ということは、まあ、これ要は同じで、ね、95条4項も同じですいわゆる取り消し前の第三者の議論ですよね。 えー、の議論ですけれども基本的には取り消し前に利害関係に入ったものということになりますので、まあ、趣旨もしっかり確認しておいてください、えーまあ、言ってみれば、取り消しの訴求項の制限ですよね。えーまあ、言ってみれば、昨後取り消しも詐欺取り消しも結局は取り消しによって訴求的になかったことになるといういわゆるちゃぶ台返しですからそのちゃぶ台返しによって影響を受ける人っていうのを保護する必要がありますからそうすると取り消しの意思表示の前に、えーまあ、言ってみれば利害関係に入ったものについては。 いわゆる後からちゃぶ台返しで取り消されるっていうことによって、ね、法的関係性が、が安定性が害されることになりますから、まあ、取り消しの訴求項を制限することによって、えー、特に害される第三者を保護するというのがこの趣旨ですからそう,そう取り消し前に入った第三者が96条3項の第三者ということになってくるわけですよね。はいということになります。であととはです、ね、あの96条条項項の第三者も94条2項と同じように一応新たな もちろんこれは当事者および包括要件人以外のものでが入りますけれども新たな独立の法律の利害関係人であるということも一応必要になりますので、まあ、必要になるケースがあれば、まあ、指摘する必要があると、まあ、でも、少なくともこの取消前の第三者ということになるじゃあ,あ、とは当期いるかいらないかこれはもう,あのもう確実に抑えられるようにもう図を書けば終わりね、えー、いわゆる96条3項の、えー、詐欺取消前の第三者は当期いりませんのであの、まあ、少なくともえっ、ー、と まあ、さっとやっちゃいますが、まあ、A から BB から C で,で結局まあこの順番でこう取り消しですから、えー、こうやって A から BB から C で択を取り消しという形になりますから結局 B から C はこれ直接の関係です全種、交子の関係です。 A から B、B から C で C から A という形になりますから、まあ、結局 A と C との関係っていうのはもう全種公種の関係に立っていますので、えー、対抗関係に立ちませんので登記はいらないよということになりますであとはまあ取り消し後の第三者については先ほど触れた通り復帰的物件変動説ということになりますからまあ、そうすると A から B に売却があって、まあ、こういう順番ですよね。 C に対して売却と、まあ、いうことになりますからもう端的にこの,この部分が不規的物件変動なんでまあ不規的物件変動を観念できますから、まあ、そうするとまあ A と C との関係っていうのは まあ対抗関係ということになりますので一応177条の問題として処理しましょうというのが一応判例の立場ということになりますのでまあこの立場一応指摘しておけば十分かなとは思います。特にまあ担当対策ということになるところではありますけれどもちゃんとまああの論文上書かなきゃいけないのは圧倒的にこの16番は指摘できるようにね。 えー、まあ九96条3項、まあ、これは詐欺取り消しならば96条3項錯誤、えー、取り消しであれば、えー、95条4項ということになりますが、まあ、取り消しの訴求項から害されるものを守るというところをちゃんと書ければいいでしょうそうすれば結局、害される人って何かあっ,った取り消しの一表事の前に利害関係に入った人がちゃぶない返しを食らうわけだからその人が保護の対象なんで、まあ、その人が全員無過失であることが求められるということになります。はい、ということで、まあ、あ,のあと細かな条文とか確認しておいて、ね、あの 17, 条あじゃあ17番ね 17番はちなみに、えー、そうすると C は善意無過失要求されますからね、えー、善意無過失は要求されます。で、えー、C についてはこの場合配信的悪意者じなきゃいけいねこれ177条の問題になるから、まあ、こちらちの主観要件としてはまあ配役。 Okay. とでこっちはだからさっき言ったとおり、登記不要です、こっちは登記必要ですと、まあ、いう関係ですよね。C、えーまあ、が保護されるための要件として、登記不要なのか、登記必要なのかというところはまあちゃんと、えー、拾っておきましょうということになります。であとは、まああのー そんなに聞かれることはないけれども有力説として、えー、この詐欺取り消し後の第三者についてはあの論理的に説明できるようにしておけば足りるかな94条に推的溶接というのがありましたよね、えーまあ、そもそもどういうものかというこれまを、あ、すぐ消しちゃうけれどもちょっと落書きっぽく書くと、まあ、AB 間で売買契約が行われ取り消された場合訴求的に無効になるから結局 B は所有者じゃなくなって無権利者になるんだという見解です。 えーまあ、この詐欺取り消し後の第三者の、えー、法律構成、まあ、判例はこの177条を使っているんだけれども、えー、例えば AB 間で売買があってで売却が取り消されたとで売買契約が詐欺取り消しで取り消された場合にはもともと取り消しというのは訴求的無効なのは121条ですよね、えー、121条で取り消されるからそもそも AB 間の売買が取り消されれば、まあ、訴求的に B は無権利者になりますとで無権利者になって C に売ったということは無権利者から買った人でしょうということは あのそもそも無権利者から買い受けたということだから、まあ、そもそもこの177条の問題ではなくて、えー、94条2項の問題ですかね、えー、例えばここに登記があって登記を信じたということだったら、まあ、無権利者から買い受けたもので登記、まあ、を信じて入ってきたということになるから、まあ、94条2項で保護されるんだという見解も有力ではあります。まあ、ここはあの論文対策というう点で言うと まあ94条2項説を書いて使うということはまずないと思うんで <laughs> あので一応、論理的にこういうのがありますよということですね。えー、ということです。まあ一応、AB 間の売買契約が取り消されることによって訴求的に B は無権利者になるから結局 C が取り消し後に入ってきた場合には無権利者からの買い受け人ということになるのでえまあ94条2項の類推適用の問題になるんだという、まあ、例えば、登記を信じたみたいな事情があればね。 B 名義の登記を信じたみたいな事情があれば、登記を信じて無権利者から買い受けたものということになるから、94条2項の問題だということも考えられるということになります。そうすると、ああここら辺はもう大丈夫かなという取り消し前とまあ取り消し後に関しては、とりあえずまあさっとやっちゃうと、昨後。 脅迫ってやったら取り消し前は95条4項詐欺は96条3項で脅迫は第三者保護保護規定ないよね、えー、脅迫の場合は第三者保護規定ありませんから、まあ、これはあの理由としても有名どころなんで確認しておくと脅迫の場合には、えー、本人の奇跡性がほぼないともう無理やり脅かされてますから本人の奇跡性がほぼないわけです脅されて、えー、売却させられたとかですからそうすると、えー、この脅迫の場合だと。 やっぱり奇跡性が、まあ、ほぼないと、まあ、いうふうふに考えられてますからそうするとやっぱり第三者保護規定はないんですよねも,うもっぱら第三者は、えー、脅迫取り消しの場合にはもっぱら本人を保護する必要があるから取り消し前の第三者に対しても脅迫の取り消しの効果は主張できますのでその取り消し前は昨後だったら95条四項詐欺だったら96条3項脅迫だったら規定なしと。 でえで取り消し後だった場合には全部177条です。えー、全部177条で処理されるということになります。まあこの辺りはあれかね。 あのまあ、脅迫の場合でも、ねえー、177条が適用されるのは、まあ、取り消した後は登記取ることを A に求めてもこれは国ではないですからね、えー、脅迫を受けて例えば AB 間でこれが脅迫があってで脅迫の後に脅迫取り消した後の、えー、C との関係ですかねその脅迫取り消しがあった後の A と C との関係は対抗関係になるのは、まあ、一応、脅迫されたってことに関しては落ち度はないけれども取り消した後に登記を戻すこと自体は期待できますからやっぱりここは対抗関係になるというのが判連立場ということになります。 でまず意思表示のまあ基本的なところをもう1回ねここまで押さえておけばバッチリだと思いますのでじゃあ次は代理の方いきます。代理はとにかくメリハリつけていかないといかんところであのまあ代理についてはまず有権代理、無権代理、表権代理という思考過程ねえまずで代理権があるということがまあ前提となる主張っていうのがまあ一般的にありあの 組み立ての最初になりますから、そうするとまあ代理制度については有権代理からしっかり見ていきます。で一般的なまあこの代理制度の存在理由についてはまあ一般的なところですけれども、法定代理は私的自治の補充機能、えー、任意代理の場合には拡張機能って言われてますよね。まあ補充機能というのは例えば未成年者とか成年非公権人とかだったら一人でやらせちゃうとその人の利益とかが害されてしまうから、その人のまあ利益保護のためにはこの法定代理という制度を使ってまあ。 言ってみれば未成年者とか非後見人が食い物にならないようにその人をサポートするために法定代理という制度があるんだとで任意代理というのは、まあ、自分がやるよりも、まあ、専門的な人にやらせた方がまが、あ、自分にとって利益になるだろうと、えー、例えば不動産の売買を任せるときに、えー、自分一人でやるよりは不動産の専門家に代理権任せてやってもらった方がまが、あ、全然いい結果が出るだろうし例えば私が不動産の売買で全国展開したいなということであれば全国に代理人を置けば全国活動できるわけだから一、えー、人でやるよりはね代理人にやってもらう もらった方がまプラスだろうっていうね、えー、そういう拡張機能っていうのがありますよってことですよねでこのあの任意代理の場合と法定代理の場合で一応それぞれに一応こコーヒーには言ってるけどね法定代理の場合は補充機能が強くて任意代理の場合には拡張機能は強いってされてますがただこれはあくまでもその排他的なもんではないのであの法定代理だってそれは拡張機能あるし任意代理の場合にも補充機能はありますよということになりますからねそこはまあ一つのまああの まあ中核的な意味合いとしてこういうふうに説明しているという形になりますで次に代理と死者、まあ、これに関してはあのもうあの丁寧に違いが分かっている代理というのはもう代理人基準、えー、で死者というのは本人基準ということになります、まあ、だからまあ意思決定の場合にはもう代理の場合には代理人基準ということになりますから、まあ、条文、えー、覚えているかなというところだと思いますけれども基本的には、ね、この代理人基準だと101条に現れてきますよね。 代理行為の瑕疵については代理人基準に決せられるよってやつ原則として101条の1項2項などで現れるように基本的には代理人を基準として意思表示の瑕疵等は原則として101条3項の例外はあるけどね。 101条3項の例外はあるけれども、えー、原則としては代理人基準です死者の場合はもう本人基準ということになりますので、まあ、ここをもあの区別立てられればいいかなというところですで正直論文対策で言うとそこまで出しにくいんですよねあの代理か死者かというのは正直なところはあの事実関係によってすごいグレーなところがあるわけですよね。その 例えば私が誰かすごく、ね、あの手が離せないから誰かにお願いしてパン買ってきてねって言ったのがそのパンをお願いした時にそれが代理人なのかそれとも死者なのかっていうのは、まあ、かなりグレーゾーンだったりします、えー、ですので一応、代理だった場合にはまあ代理人基準で消せられる死者の場合には本人基準だっていうところを抑えておけばいいかなとだから死者っていうのはあくまでもここにもある通り意思を表示したりとか伝達する期間にすぎませんっていうだけの話なんですねで、まあ、予備試験に限らず大体の場合こういうふういふな代理と死者の問題っていうのの識別が難しいので しっかりと問題文の中で特に予備試験の場合には代理権を授与しって書いてくれています、えーまあ、代理権を付与したとかっていう形できちんと認定されてますので、まあ、ここについてはまあ代理と死者の違いっていうところはあの知識として抑さえておくといいかなというところですで次、21番こちらはもう知識を確認するところ、えー、基本、件名のルールについて確認しておきます、えーまあこのない場合の法律交換について代理人 B 名義本人 A 名義の場合ってことですから、まあ、一般的にまあ 代理の問題だったらまあ A が本人で B が代理人で,でまあ C が相手方とでこの時に要するに B がまあ懸命するって話ですよね B が懸命するって話になりますがもともと条文上求められているのは99条1項で求められている懸命は、まあ、A, 代理 B A 代理人 B っていうのがまあ もともと、ごめんなさいで。要するにこれを B って懸命した場合と <laughs> A って懸命した場合どうなりますかっていう話です。で一応これも回答は書いてあるんだけれども,あのもう自分の中で確実に言えるよね。あの これ件名に関しては特にあの商法とかでもねえと当然問題になってくるところですからあの A 代理人 B という件名があった場合には原則としてえ降下帰属は A に降下帰属ですよねで B という,ふうな件名をした場合には原則 B, なんだよねえ原則 B に帰属します、これについては条文がありましたよね。 まあ条文の方で確認しておきましょう100条ですね100条で件名がなかった場合には、えー、事故のためにしたものとみなすから、えー、原則としては100条本文で B で失礼しました例外は A ですよね100条正し書きの場合です、えー、相手方が知る場合ですよね相手方が えー、本人のためにすることを知り知ることができたときという場合には、えー、原則として本人に効果帰属するというのが立て,前立て付けになっていますよねで A はこれ一般的に署名代理というまあこの辺のところはまあ実務基礎なんかでも聞かれるところではありますのであの B が A の名前でやっているという場合であれば、まあ、原則として A に効果帰属するということになります。 これ原則というか基本的に A に効果帰属するという認定でいいかなと思いますあのどうしてかというとこれ相手方にとって不足の信頼もないんですよねその要するに AB 官としても結局署名代理ということで A に効果帰属する意思もあるし、えー、C としても要するに A という件名がなされている以上は、えー、契約の相手方は A だということは分かっているので、まあ、要は、この丸二と丸三のここでどうしてこういう違いが生じるかというところですよね。B、えー、B 名名義義ででややっったた場場合合ににはは 原則としては B に効果帰属するっていうのはこれ相手方 C のためですよね相手方が C からしてみれば B の名前で契約してくれてるわけだから B に帰属するだろうって思うけれどもまあ A の場合だったらまあ別にえ当事者の位置に合致するんですよまあ当事者の位置にも合致するしまあそもそも C に えー、C に不足の損害もありませんから、まあ、これで足りるということになりますでもちろんこれあの B に代理子がある前提ですもともと B に代理士すらない場合にはそもそもあれですよねその この議論にはなりません、まあ、あまり深追いするとここはあまりいいことないので <laughs> 深追いしないけれども要は B が自ら A の代理人だっていうつもりでやってることが前提になります、えー、ですからもともと代理人ではなくて例えば A の名前使ったらっていったらそれは単なる成りすましですからね。 ですよねえー、そもそもなりすましだという話になりますからあの少なくとも B としては代理こ,のこの議論は、ね、B に代理士があって代理人として振る舞っているんだけれどもその件名が99条1項で想定されている件名ではないという場合ですね。 B の名前でやっっちゃったとつまり B は代理人として振る舞ってるんだけど B の名前でやっちゃったとか、えー、代理人として振る舞ってるんだけど A の名前でやっちゃったっていう問題になりますので、えー、そもそも例えば代理医がなくて B の名前でやってれば B 個人の契約でしょそもそも B に代理医がなくて B の名前でやってればそれは B 個人の契約だしそもそも B に代理医がなくて A の名前使ってるってことはそもそもそれは代理行為では何でもないですから、えー、代理行為でも何でもなくて A の名前使ってるだけってことになりますから。 えーまあ、そういう場合にはちょっと話が変わってくるので、まあ、あまりいいいいしない方がいいですあのもう代理士がない場合には全て B に効果帰属するとされていますそもそも自分のつもりでやっているからねその例えば B が、まあ、代理士が全くなくて自分の法律行為として行うということであればそもそも代理行為の問題にならなないんだよ、えー、代理行為の問題にならずにもう B と C との間でただ契約が結ばれているだけということになるので、まあ、代理士がある前提で、まあ、B 名義の場合というのが、まあ、原則と例外。 そしていわゆる署名代理の場合には署名代理も有効というところを押さえておくといいかなと思います。はいということでここはもう知識面ということになります。では次にですね22番の問題になりますが22はちょっと変則的な問題なのでこれ1回飛ばす内容になります。ままた戻ってきますけれども えー、有権代理の問題としては次の23番の方ちちょっっと先やっちゃほま,、えー、まあ一般的には知識面になりますね権限の定めのない代理人の権限ということになります、まあ、一般的には代理人の権限というのは、まあ、大体委任契約の中で決まってたりするわけだけれども、えーまあ、権限の定めのない場合であったとしても、まあ、一般的にはもう条文であるとおり保存行為は無条件でできるということです、ねまあ、保存行為は無条件でできてであとは利用改良行為については え制限かかりますよね利用改良行為については、えー、この物または権利の性質を変えない範囲内において利用改良行為ができるとされています、えー、なので、まあ、これ特にあの、まあ、予備試験の問題だったら出てもおかしくないかなというのは例えば不動産の売却の代理権を付与するとかならばまだいいんだけれども例えば不動産のことは任せたとか もしくはもっと広く、後のことは任せたとかね例えば海外出張に行ってしばらく開けるから家,家を空けるから家のことを任せたとか、えー、もしくはもっと抽象的にあのこの生活のことは任せたとか言っるうにすごく抽象的な形で代理権が付与された場合にどこを認定するのかという問題に現れてきます、でその時に、まああにちゃんと1三3条を引いていただければいいですで、保存行為と利用改良行為なんだけれどもこの利用改良行為というのは物または権利の性質を変えないという方法がつきますよね。 でじゃあそうするとここでセットで押さえなきゃいけないのは保存行為って何かちゃんと言えるかねもうこれ定義言えないと始まらんっていうねあのまず、現状維持行為保存行為は現状維持行為です。で特に まあ現状維持行為ですけれども、まあ、よく出てくるのが家屋だったら不動産だったら修繕行為ですよね、えー、不動産の修繕行為だけではなくて現状維持行為ですから消滅事項の管理、えー、時効管理とか未登記建物の登記とか、えー、債務の弁済とか、えー、腐りやすいもの処分、まあ、冷蔵庫の中の腐ったものを捨てるとかね、まあ、そういったものも含めて広く保存行為になります、えーまあ、特に、えーまあ、民事訴訟法の勉強になるけれども、あのー、例えば共有者が不法行為者に対して明け渡し請求するなんてのも保存行為だよね。 これは覚えてるかしらあの例えば共有状態になっていてで共有状態になっていてその共有者の1人が例えば不法占拠者に対して共有不動産の、えー、明け渡しを求めると不法行為者に対して明け渡しを求める場合であったりとか、まあ、あとは、えー、共有で例えば A さん、B さん、C さんが3人共有になっている建物になぜか富士登記で D さんの富士登記がある時にその時に、まあ、共有者として、えー、共有権に基づいて、えー、例えば、えー、その所有権の抹消登記を求める。 っていう場合には、これは全部あれですよね物件的返還請求権だったり物件的妨害排除請求権とかになるわけですねでそういうふうにまあ共有不動産にまあ今回の問題とは違うけどねその共有不動産に不法占拠者がいるえそれから共有不動産に不実登記があるという時にまあいわゆる物件的請求権の行使として明け渡しを求めたりとかえその不実登記の抹消を求めるという場合にはこれは保存行為になるよというのが判例ですよね。 でちなみに保存行為だった場合には、えー、条文上、こちら共有は条文改定されてますから252条の5項で単独でできるってやつです、その各共有者がね。 えー、252条の5項という形で、ね、条文変わってますけれども、まあいわゆる保存行為の場合には各共有者は単独で OK なんていうのがありましたので、まあ、ちょっと忘れている方はそこも確認しておいてくださいで、えー、あとは利用行為と改良行為については、まあ、一般的にいろんな分類法があるんだけど大体この2つ合わせて管理行為ということが多いです、えー、利用行為というのが収益を図る行為で特にまあ不動産だったらやっぱこれだよね不動産の賃貸借の締結と解除 で特によく出てくるのが不動産の賃貸借の解除ですあの意外と、ね、不動産の賃貸借の締結はあこれ管理行為だなというのは結構出てくるんですよ例えば共有不動産を例えば誰かに貸すと共有不動産を共有者以外の誰かに貸すといった場合にあこれ管理行為だというのはすっと出るんですがあの解除も管理だからね、えー、になりますから、まあ、この辺は確認しておきましょうあとは現金を預金するとか利息で貸すとか収益を出るものは全部利用行為ということになりますで逆に CF にある通り 収益が得られないものは利用行為に当たりません収益を得られないもののは利用行為に当たらないじゃあ何に当たるかというと収益が得られないような行為となると一応保存行為に分類されちゃうんだろうね現状維持行為としての少なくとも利用行為として収益を図る行為と言えるためには収益を図れなきゃいけないからその分は気をつけましょう改良行為については価値を増加させる行為なので まあ典型的なものは家屋だったら造作くっつけることエアコンくっつけるとか床暖房にするとかね、まあ、そういう系のものになりますが、えー、この保存行為、利用行為、改良行為それぞれについては。まあし 正直知ってるよっていう、ね、人が多いと思うんですが、えー、しっかりと定義がもうダイレクトに言えるようにしておいてくださいで、まあ、一般的にこの利用行為、改良行為を合わせて管理行為なんていうことがまあ多いかなと思いますこれは分け方いろいろあるのであの何とも言えないところはあるんですが、まあまあ、分かりやすい例で言うとこの利用行為とか改良行為っていうものについては、まあ、不動産でいうと賃貸借契約を処理あの締結解除したりとか、まあ、家屋に何か造作を付すなんてのがそれにあたる。 するとこれはどうなるかというとこれはもし共有者がやるんだったら持ち分の過半数ね、えー、共有者がもし例えば ABC3 人が共有している不動産について賃貸借に出すもしくは ABC みんなで共有しているそういう建物になんかいい感じの造作をつけるということになるとこれは管理行為に当たってきますから、えー、条文確認しましょう。条の1項ね 252条の1項で管理行為については共有者間であれば持ち分の過半数で決めることになりますでちなみに今回話を戻すとこれ代理の話でしたが権限の定めのない代理人というのは要するに保存行為利用改良行為についてはできるんですよね保存行為は無条件利用改良行為は物と権利の性質を変えないで処分行為は一切できないからねだからよく間違いやすいのは低等権設定ね あのこれは処分行為に当たっちゃですから物理的に何かねあのよくあるのが山を、ねえー、全部なんか木を切り剥がすみたいなものもあれは処分行為なのか物理的な処分なんて言われるんだけどあの、まあ、もちろん物理的な処分だけではなくて、えー、このように、えー、処分行為のような、えー、処分行為変更行為として、まあ、不動産の売却とか抵当権設定、まあ、これについては代理権の範囲からは外れてきますということですね。 えなのでここについてはもう一度え確認しておいてくださいでちなみに処分行為については全員いるからね、えー、全員の同意が必要だということがえ念のためやっておくと1条1項です、まあ、共有なんかは少しあの条文変わってますのであのここでもう一回見ておいてください一応口頭にはなりますけれどもあの共有者の場合には、まあ、今回代理だから、ね、直接関係ないんだけど 共有者間の関係でいうと、まあ、共有者間でいうと、まあ、保存行為については単独、まあ、管理行為については、えー、持ち分の過半数ですよね。 まあちょっと CF って形になるけど、ねまあ、関連事項としてちょっと復習しておくと、まあ、共有者間の場合にはまあ保存行為、管理行為、処分行為それぞれについて扱い変わります公共、えー、条文については保存行為が単独でできることについては252条の5項かな、えー、あの改正法だとね、えー、改正法だと5項で持ち分の過半数管理行為は持ち分の過半数が原則になるのが252条1項で処分行為は全員は251条1項ということになりますので、えー、ここの部分についてはあのー、ちょっと細かな 規律なんかもありますけれども、念のため、ここで関連事項で確認しておきましょう。では次にですね、ここから、この2セット目はとにかく知識をガリガリやっていく感じになるので、次のところ、いきましょう、ここからはあの無権代理の関連です、いわゆる形式的にはえ有権代理なんだけれども、無権代理とみなされる類型っていうのがありましたよね、その無権代理とみなされる類型が、やっぱり108条1項と108条2項がまず重要どころ。 で念のため、無権代理とみなされる類型というのは、まず107条がまず最初ね、107条というのは何かで、代理権乱用、かつ相手方悪意または有価質、いいですね、107条の場合、ちょっと確認ね、えー、これあの、権限乱用の場合で、これはもう、権限が乱用されていて、かつ相手方悪意有価質の場合、無権代理とみなされます、でそして、えーまあ、もう1個は108条1個、自己契約双方代理ね。 え自己契約と双方代理が行われた場合にも無権代理とみなされるあと108条2項一般的な利益相反取引で一番聞かれるのは108条2項です、えー、もう一番聞かれるのは108条2項の利益相反取引なんだけど一応その他大丈夫かなあの権限乱用後107条は、まあ、とにかくこれは商法とかでも、ねえー、問われるところですので、えー、無権代理とみなされることになりますでただここはしっかり付け足しておいていただきたいのがあの一応無権代理とみなされるんだけれども相手方が悪意を言うかす場合ね ということになりますので、まあ、その場合には無権代理に関する規定が適用されてくるということになります。で、18条も同じですね、えー、自己契約、双方代理についても無権代理とみなされてくることになりますが、あの一般的には107条のこの権限乱用の場合には、あの原則としては権限内の範囲なんですよね？一応、あの権限乱用って場合には一応ね。権限の範囲内の行為ではあるんですよね？ えー、例えば、何にしましょうかね、土地の売却みたいなものを頼まれている人が、えー、自分で横領するために土地を売ったみたいなケースですから、もともとは代理権の範囲内の行為なんですよね、もともと土地の不動産だったら不動産の売却権限が与えられている代理人が、その権限内で売却をするんだけれども、その売却代金に使い込んじゃうみたいな、そういうのが、いわゆる権限乱用の事例ですから、まあ、そうすると一応、形式的には権限の範囲内の行為なんですよ、まあ、権限というのは代理権ね。 権限の範囲内の行為だから、原則という有権代理になるんだけど、まあ、この無権代理とみなされる場合っていうのが、この悪意有価質の場合には無権代理とみなされるってことになります。だから、まあ、ある意味例外的な場面ってことになるんですよ。ですが、まあ、この相手方が悪意有価質だった場合には、無権代理になると。 108条はどんな事例だったかというと108条はあの自己契約双方代理、まあ、これはどういうものだったかというのを確認はしておいてください A さんと B さんがだあの例えば自己契約ってどういうものかって A と B が取引するときに A が B の代理人やっちゃうケースね。 A さん、B さん取引するときに A が B さんの代理人やるみたいな形で一人で完結しちゃうケースで双方代理というのは A さん、B さん取引するときに A さんも B さんも C さんという同じ人を代理人選任しちゃうケースといったようにまあ自己契約と双方代理というのはどちらも一人で契約が完結しちゃうという類型なわけですよねで。この自己契約双方代理については基本的に一人で契約が完結するという類型だからもう利益相反行為の典型なんですよね。 一方が得すれば一方が損するという形が累計的に現れるので基本的には自己契約と総合代理というのは禁止されているとでじゃあどういう場合に禁止例外になるかというとこれも条文の知識になりますが、まあ、あ,のあらかじめ許諾した行為というのが条文です債務の履行と、えー、債務の履行と本人があらかじめ許諾した行為については、えー まあ例外的に有権代理にできるという条文上ありますが。まあそれ以外に新たな利害衝突を生じないような場合にも。まあ例外を認めるべきなんじゃないかという議論はあったりします。まあこれはとりあえずここまででいいです。で百八条二項。でそれ以外が。この百八条二項の利益相反取引ということになります。一応百八条の条文では百八条一項では。いいですかね。え百、ー、八条一項では。自己契約と双方代理についてが。がまあ禁止されていると。で。 えー、そして、まあ、例外として、まあ、名文上の例外はこれだよね本人があら,かめあらかじめ許諾した行為ということになりますが、えーまあ、自己契約や双方代理以外であっても利益相反取引に当たるならば無権代理とみなされますよね。でここでちょっと担当っぽくなっちゃって恐縮なんですがあの気をつけてほしいのは108条2項の例外は債務の履行入ってないんで。 えー、108条2項正書きでは本人の許諾した行為についてのみ、えー、除外されます。いいですかね。あの108条1項ある2つあったでしょ。108条1項の自己契約総合代理は債務の履行と許諾行為っていうのが例外になるんだけれども、ただ108条2項の場合は本人が許諾した行為のみです。 例外ということになりますのでここはまあちょっと細かいですけれども、まあ、せっかくなんで触れときましょうでむしろ大切なのはこれねもう利益相反取引についてはおそらくある程度学習されてきた方は、えー、この判断基準をしっかりと見ていただきたいということですであとこれ主張反論の組み立てとしてもちゃんと見てほしいのが、まあ、通常はあの取引の相手方が有権代理を前提とした主張をしてきます、えー、例えば A さんの代理人である B さんがいいですかね A さんの代理人である B さんが C さんと取引をしたと BC 間で取引をした時にその取引の相手方である A は B が代理人であることを理由に A に対してまあ履行請求するっていうのが典型的です、まあ、よくあるのが A が持っている不動産を B が売却した代理人としてね A が持っている不動産を B が代理人として売却したで C としては代理人 B を通じて買ってますから有権代理を前提として A に履行請求するんですよ。 でそれに対する反論として A はこれ利益相反取引だから無権代理だよっていう主張が出ますですからこの利益相反取引っていうのは基本的には有権代理を前提とする相手方からの履行請求に対して無権代理だから私には効果帰属しないんだっていう反論の中で現れるんでそこの,あのところはしっかり押さえておきましょうでその時にじゃあ利益相反取引に当たるかどうかが争点になるのよまずでじゃその時にじゃあ利益相反取引に当たるかどうかについてはもう外行為の外形に照らして え定型的、客観的に判断すべきであり動機等を持って判定すべきではないという,ねもうこの外形説の立場をまずしっかりと拾っていくということになります。おそらくね得意な人は大丈夫なんだけどえ結構苦手な方はこのあの利益相反取引の判断で外形説を取るけれどもその具体的な当てはめ間違っちゃってるケースって結構あるので少し確認をしておきます。例えば まあこれ親権者の場合によく出るのでちょっとまあ触れとくと親権者の代理権乱用ということでえまあ大体の場合こう A が子供で B が親で,でまあ子供がなんが不動産か何か持っててでまあ C との間で売却しましたなんていう,まあこういうケースが多いわけですよ。典型的な場面ってこんな感じで,すでで基本的には代理権ってどうなっているかというと親御さんの代理権ってめっちゃ広いわけですよ。法定代理権として えっと条文は828条、えーまあ、大体の場合、これ、真剣さですから828条で、まあ、広範な法定代理権があるんですよで少しここは論文上のパッケージって話をしておくと、えー、例えばこういうふうな形で売却が行われたときに主張としては大体こういう主張になります C がごめんなさいまず出発点としては C が A に対して <coughs> まあ、履行請求すするはずなんですよ、えーまあ、当然のことくまず、B、C は買ってますから何か売買だね、えー、売買だとまず買いますからそうすると主張としては売買契約に基づいて、えー、当然これ有権代理を前提とするわけですよでそれに対してじゃあ A から C に対してどんな反論が立つかっていうと、まあ、無権代理だっていう主張が出てくるんです で無権代理の主張として3つ考えられるんですそもそも権限外っていうのが1つそもそもこれは子供が土地を売るっていうことについてあ親,の親がね親が子供の土地を売るってことは権限外だって主張で2つ目、えー、権限内だとしても利益相反取引だから無権代理だって主張ここまで,で3つ目利益相反取引でないとしても権限乱用だから相手方悪意有価質で無権代理っていう主張 でこの3つがパッケージで現れてくるはずなのであの論文の時にこれはもうとにかくおそらくはなんか入門段階ですかねえ一般的な入門段階の問題で親権者が子どもの代理をして勝手なことをやっちゃったとっいう時にどう処理しますかという問題が出るけれども,もうとにかく主張反論の組み立てでいきましょうね。この辺はねえそうすると、まああの まあ特にこの辺はマ、ねまあ、レックとかだったら合格とは作成講だとかだしねあのあいろんな予備校であるいわゆる、ね、あの短文事例問題系の問題とかであればもう必ず出てくるけれどもとにかく当事者の主張からするとまず選考は C なんですよ買ったからよこせなんだから、えー、買ったからよこせっていうのが子どもに飛んでくるわけですよでそれで子どもとしてはそれをどうやって排斥するかっていう問題そうすると結局これって大きく分けると、まあ、3つあるわけですよね、えー、ちょっとここにあの重なっちゃいますけれども、えー、そもそも 権限外だろうと。ええー、という話、それから。まあ、全部無権代理なんだけどね。まあ、ちょっとここはちゃんとやると。 だから思考過程は必ずあの有権代理、無権代理、表権代理という順番で現れてくるからまず有権代理である A、C の主張に対して A は無権代理だって反論を組み立てるはずですで無権代理の根拠っていうのが3つ出てくるはずなんですよそもそも権限外であるってこととでそ,れから、えー、そもそも利益相反取引に当たるよねとそして最後に権限内でも権限乱用でしょと。 権限乱用ですよね。という問題の3つとして現れてくるわけです。でこの3つとして現れてきたものの、えー、B の主張が、まあ、この利益相反ってことになります。 で、念のためここ一緒にやってみましょう。えー。2セット目はこれと。えー、と有権代理は全部やっちゃいますがで、そもそも権限外というのは普通通らないんですよ。で、これどうして通らないかって言うと、824条がめちゃくちゃ後半だからです。824条の財産管理権というのはめちゃくちゃ広いので、そうするとこれはまあ通らないと。なぜなら824条っていうのはもう後半な。 ものすごい広範な代理権があるから例えば今回売却にしましょうね、えー、親が子どもの不動産を売却することも財産管理の一環だから、えー、これはもうあの有権代理ですと権限内に入ってますじゃあ次に権限内だとして利益相反でダメなんじゃないですかっていう話でしょでここで外形説使うんですよでじゃあ今回売却ね今回売却してるとします えー、じゃあ売却したのは利益相反ですか、えー、親が子どもの不動産を売却しました、えー、これは利益相反ですかっていうときにこれ外形説にとって利益相反に当たるって認定する人それなりにいるんですよでこれは一番やっちゃいけないミスね外形説に立てば例えばこれは売買価格が妥当だとすれば子どもの1000万円の不動産を1000万で売っただけですからねつまり子どもも、えー、親もどちらも損得の関係ありませんので 要するに1000万円の不動産が1000万円の現金に変わっただけですからえ何らの外形的客観的に見てもえ利益相反には当たらないってことになるんですよ。あ、失礼しました。いいで,で、ここで例えばね利益相反じゃんって思った人は主観が入ってるよね、多分ね。例えばなんかその なんか子供の例えばギャンブル目的であのなんか遊んでるとか、ね、ギャンブル目的で子供の不動産を売るとか、まあ、そういうふうな事例があった時にこれは利益相反取引だって考えちゃった人はその規範との当てはめの,にあの乖離があるからね規範ではもうはっきりと行為の外形に照らして外形的、定型的に判断すべきってことだからということであれば不動産の売却なんてのはもう典型的に外形的、客観的に利益相反を生まないものなんですよ適正価格ならばいいよ、ね。適正価格ならばね ななのでこれは外見に当たらない。じゃあ、何が検討されるべきかというと不動産の売却は利益相反に当たらないとしてこれなんじゃねえかというところが現れるんですよ。権限乱用と悪意融質の問題として現れるんじゃないかというのが、えー、今回の29番の問題ということになります。いいですかね。じゃあどう判断されますか権限乱用には原則ならないんです親が子供に対してやることは。 えー、親が子供に対してやることっていうのはもう原則としてはすっげえ広範な裁量があるから駄目でじゃあどういう場合が OK かっていったらここで必ず書くべきなのは、えー、法の趣旨に反して、まあ、要するにあの著しく法の趣旨に反するような特段の事情がなきゃダメだよっていうところ。ででこの あの体型をちゃんと押さえないとここ本当にカオスになるのでまずこの子どもとしてはね自分の土地が勝手に親に売られたその時に親の権限外だって答え通らない利益相反だが通らないじゃあ最後に権限乱用だで勝負するんですでそのの権限乱用の判断がこれです。 このように親権者がこう代理してする法律行為は親権者とこの利益相反行為に当たらない限りそれをするか否かはこのために親権を行使する親権者がこう巡る諸般の事情を考慮して、えー、広範な裁量が委ねられていると見るべきであるそして、えーまあ、これ事案のちょっと確認するけれども、えー、今回問題になった事案は親権者がこう代理して子どもの所有する不動産を第三者の債務の担保に供した場合という事例です。 でこの時は言ってみれば子どもの不動産に定当権つけたって話なんだけど主債務者は別人なんですよね、第三者ですから、まあ、例えばこの事案、えー、どういう事案だったかというと今回、売却を例に出したけれども例えば親が高代理して子どもの不動産に対して全く別な第三者の債務のために定当権をつけたってことだから一般的に利益相反ってどういう場合かというと主債務者と保証人の関係なんですよ。 主債務者と保証人の関係が典型的な利益相反でそうすると、まあ、例えば今回、まあ、適当に ABC とかつけると親権者をあれに合わせて B にして子供を A にしてで第三者ってことはこの人全く別人の D とかにします相手が先 C それというそうするとこれって主債務者は D でしょ主債務者が D で物上保証人が A なんだから A と D との間でしか利益相反はないからね。つまり AB 間で利益相反行為になってなきゃいけないわけです。ですね、いうことです。でそうすると例えばこの事案だったら、まあ、もう一回ここで口頭になりますけれどもこのように親権者が子供を代理して不動産を第三者の債務の担保に供した場合には利益相反が外形的客観的にあるのは主債務者と保証人との関係ですから主債務者である D と子供であるこれ物上保証人である A が利益相反しています。 だけど AB 間においての利益相反がない以上は、えー、これは利益相反に当たらないんです。で判例もそう言ってるよね、これね親権、えー、者が公代理して、えー、この所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為は利益相反行為に当たらないよと、えー、と親権者が公代理してこの所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為は利益相反に当たらないのであるからということはここでまず 利益相反の、えーとまあ、これで言うと、さっきで言うと、これは権限の範囲についてめちゃくちゃ広いよということを言ってる部分、でそれからこの部分ですね、利益相反に当たらないということは、これ、要するに利益相反被害等。 に対する判断そして最後にここの部分で、えーまあ、判例ってどうしてもさあの答案とは違うから。 丁寧に1個1個、ね、あのナンバリングつけてくれないということもまあ多いのでこれなんかまさにそうであのまずは権限はすげえ強いよというこの1をまず言うわけですね、えー、広範な財産管理権があるよねということはまあ触れていてでそして今回問題となる行為は利益相反取引には当たらないよねと外形説に立てば利益相反取引には当たらないよねという認定をしますよね。 当たらないよねってて判断をしてでそして最後にじゃあここで判例は何て言ってるかっていうと利益相反に当たるかどうかは否定した上でじゃあ最後に権限乱用じゃないのっていうでそれがこれでしょ。 もう子もの、えー、この利益を無視して、事故または第三者の利益を図ることのみを目的となされるなどを、まあ、法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情がない限り、親、え、権、ー、者による乱用にはならないよと、ということですでそうすると、結局、原則はあれなんだよね、原則乱用ならない地方です、ここはね。 で例外的に,、えー、法,の事情にあの法の趣旨に反する特段の事情がある場合という,ふうな形で代、えー、理権内読を見ていくということになります。でそうするとこの代、えー、理権乱用に関する29番の問題に関しては、えー、特にあの丸抜で当てられるということは結構出てくるんだけど論文で書いたときにちゃんとどのことを検討すべきなのかってことこが見えていないとかなりカオスになってくるところです。なので ぜひです、ね、あのこのパッケージ、ね、あのもう一度、ここ復習ポイントカードで復習しておいていただければと思いますであとは利益相反性の判断の練習だけやっておくと子どもの土地を親が売るはまず利益相反ないね、まあ、ここにちょっと書いておきます、えー、と一応、この判断基準でこ外形説の当てはめの練習で、まあ、ちょっと触れておくと、えー、もうサクッとやります。この土地を 売却これは当たりませんでこの土地にこれは当たりますいあの子供と親が利益相反するからでさっき問題でこの土地に こうね、あの一応、これは結論だけにしておく、ね、あの復習するときにもう一度、ここ理由付け、まあ、全部理由付け言ってるのであの子どもの,の,の土地を勝手に売るのは別に適正価格の売却なら利益相反にならないでこの土地を親のために定当権つければ子どもと親が利益相反します主債務者が親で物上保証人が子どもになりますから、えー、子どもの土地を親のために定当権つければ これは利益相反ですしこの土地を第三者のための提供権つければ利益相反にならないというところを確認しておいてくださいであとはさっとや,やっておくと,、えーとまあ、この辺のところあの30番、31番、32番さっと見ていきます、えー、最初に31、3にやっちゃうと消滅原因は,これはもう条文ですから。 あのちゃんと確認しておいてください本人の死亡代理人の死亡を代理人の貢献開始代理人の破産開始,破産開始決定ということになりますであとは任意代理権の場合には特有のものとしては委任の終了で終わりますからあの31番の問題というのは111条1項に列挙されているもう代理権共通の消滅原因ですよねでそれに対して任意代理権の場合には、えー、この委任の終了で消滅しますのでそうするとあれかな 新しく追加されているのは、破産開始決定ですかね、えー、この法定代理権と共通の消滅原因に加えて、本人の破産開始決定を受けたことと、それから本人代理人からの解除が消滅原因になります。えー、これはもうてあの条文上の問題になりますので、651条かな、えー、いつでもできるんだよね、えー、651条で、えー、いつでもできますので。 各当社ががいいつでででもすするることができるということとときうねあとは、まあ、あの委任契約以外だったら契約が終われば当然消滅するというのは一応あのコメントは入れておきますが基本的には、まあ、出るのは委任契約でしょうから、まあ、あの言ってみれば委任契約で代理権が授与されているって場合だったらその大元の委任が終了することによって任意代理権も消滅するというのが条文でありますからそうすると、まああれですかね、基本的にはあの破産、死亡、貢献のね あのまあ、順番だと死亡が最初かな死亡破産貢献とかで言うと、まあ、本人の貢献以外は全部終わるね、えー、本人の貢献以外は全部終わることになりますそのいわゆる あの本人代理人の死亡破産貢献とかでいうと本人の貢献以外のものについては終わるというところです、ね、あとは、えー、委任契約について百651条でいつでも解除できるのでそこの部分、まあ、もし忘れてれば31、32はスクリーニングとしてあの知識がちゃんとあるかどうか確認しておいてくださいで最後に32番、えー、代理権乱用の相手方からの転得者の保護はこれは、まあ、とにかくよく聞かれますのであのさっと見ておくとよく出てくるのがこの A、B、C でさっきの これが代理権乱用だとします。えー、代理権乱用で C がまあ先ほどの親の例が一番続きとして出やすいかな。あの親の話の続きとして出やすいのがまあこの A が本人で。 A が本人で B に代理権を授与していてでまあ何らかのまあ法律行為まあ売却しましょうかえ売却行為なんか行われていったんだけれどもまあ代理権乱用かつ相手方悪言うかりますわね。で無権代理になるんだけどこの後に C が D に対して売却しているとえこの場合の処理はちゃんとできるようにしといてね えまずあの不動産の方が典型なんです、最初不動産やりますけど、大体の場合、こういうケースが多いです。登、え、記、ー、があることをいいことに移転してるっていうケースですね。まあ、A が本人で、まあ、もちろんこれ、こういうふうな感じになってるんだと思うんですよ。まあ、A の不動産をあ、ごめんなさい、これ、書いちゃって、ここに不動産のことをしましょう。 まあ、A の不動産を、えー、例えば B が代理権乱用する形で C に売ってでそして、登記移転した上でえで、ー、D に売却をしたでただし、この BC 間の売買については、えー、BC 間の売買については、えー、B c 間の売買については、まあ、B の代理権乱用かつ C の悪意を有価してたということになると、えー、どうなるかというとちゃんと論理的に言えるよねあの C はあの権利取得できないねだって本人に効果規則しないんだから。 でということは C は無権利者になるので無権利者から D は権利取得できないよね原則で。ということは原則として D は権利取得ができないんだけれどもただ、登記を信じて買ったのであればいいね、まあ、もちろん登記に更新力はないですよ。 当期、えー、を信じて買ったとしても C は無権利者であり当期に更新力はないから D は権利取得できないで特に論文対策の勉強をしていればこの当期に更新力はないという枕言葉が出てくればその次はもう94条2項論ですからそこをちゃんと導けるようにつまりこの代理権内容かつ悪意相手方悪意を価してった時点でこの BC 間の売買契約の効果は A に帰属しないから AC 間の所有権移転がないんですよ。 AC 間の所有権移転はないから A が所有者なんです。ということは C は所有,者所有権移転してないわけですからそうすれば D はは C から所有権を承継取得すすることでできないんですで仮に登記があったとしても登記に更新力がないんだから駄目でしょってとこまで行きましあとは登記に更新力がないから駄目だとは言っても取引安全の必要性があるからであとは94条2項の累積適用です。 でそうすると大体94条2項の類推適用で D を保護するってなったときにそうすると本人の奇跡性ってどうなるかというと完全に意思外形非対応なんですよ一説目だったとおり A は、えー、そんな濫用して売るなんていうことは任用してないんですよでいうことになってくるので、まあ、そうすると、まあ、94条2項でいうと本人の奇跡性っていうものについては、まあ、虚偽のこれ厳密に言うとこれすごい複雑で虚偽の外観とは言えないんだよね。 厳密に言うと虚偽の外観とは言えないんです乱用だからでは虚偽の外観とは言えないけれどもただこのように B に乱用をされてそんなことをすることは任用してないでしょうということを考えると、まあ、一応その A の落ち度はそこまで大きくないというふうに言わざるを得ないという感じになるんですよであとは維持外形非対応と同じように考えていけば D に善意無過失であれば94条2項と110条の累積適用 で保護するんだということになりますなのでここはあのなんかちょっと論文っぽくなるけれども不動産の場合これ94条2項や110条の類数になる、まあ、これちょっと2セット目ここまでちょっと長くなっちゃいましたがやるのは結局 B が無権代理だから要するに A がごめんなさい。ということは C の権利がないと。 とということは D のまあ D のー,ースとかもないんですよ、まあ、流れとしてはでもちろんここはまあ無権利者ってことですよ。だからまあ原則論はこうなるんですよ 原則論としては D が承継取得することができないということを示してあとは、従って94条2項を110条の まあさっきも触れた通り厳密にはその意思外形非対応とは言えないんだけども A の規制性が累計的に小さいからいいんだよっていうふうに考えていくんだろうねこれねその意思外形非対応っていうところも、まあ、厳密にはね例えばこれ代理権乱用されちゃってる事例なんで、えー、代理権乱用されちゃってる事例だからその意思と外形が対応してないっていうわけでもないのよ。 要するに例えば C に売るっていうことを任用あの C に売るっていうことを依頼して C に売ってたりするからあの医師と外見は一応対応してるんだけれどもあのただ厳密にはね医師外見、えー、非対応ではないんだけれどもただ A の落ち度っていうのがそ,そんなに大きくないでしょ一方的に B に乱用されちゃったって事例だからそうすると。 まあ厳密には非対応型ではないんだけれどもやっぱり A まあだから厳密には非対応型じゃないんだよね。ただその比対応型に準ずる類型なんだよね。 あの医師外形非対応型に準ずるような奇跡性の小ささというのが見て取れる。ということからすると結局はまあ94条2項と110類推で全員、まあ、無価値まで要求しようということですね。で全員無価値まで要求しようというふうに考えていけばいいかなというところになりますでちなみにこれが不動産だったらそうなるんだけど動産はこれもっと簡単あの更新の原則が採用されてるよね。 別にには即時検討するよね無権利者なんだから普通に、えー、例えばこれがあの不動産ではなくて例えばパソコンとかであれば要するに C が D にパソコン買えばこれ無権利者から買ったってだけの話だからあとはもうあの不動産に関しては更新の原則が採用されてないから登記、えー、に更新力はないから94条2項と110条類推だけど別に動産だったら更新の原則採用されてるから無権利者から買ってもいいんですよ。 えー、C が無権利者だとしても無権利者が買っても即時取得の要件を満たせばいいのでこっちはそんなに問題はないんですが、えー、しっかりここの部分ね、えー、確認しておいてください。はいということで一応ここまでが2セット目ちょっと2セット目も長くなってしまったところありますが、えー、一応まずここまでのところをしっかり確認して、えー、次のセットのところは今度は無権代理、えー、および表権代理に関しての問題ということで、えー、引き続き進めていくことにいたします。えー、特ににメリハリハとという点からするる今日1回目ののの講義になるので、まあ、ちょっとあの 様子を見ながら進めていく感じになっているところはありますが。 あの知識知ってるか知らないかっていう部分についてはもうとにかく知識を忘れてたらもう一回確認しましょうでいいですでで特に論文で問われそうな判例の重要なところであったりとか思考過程みたいなが問われているところはえちゃんとそこの部分がある程度トレースできているかどうかというところを、ねえー、意識して見ていただければと思いますじゃあ次、ちょっと休憩挟んで、えー、ちょっと3セット目、4セット目については、ねえー、少し1、2セット目が長くなったところもありますので、まあ、少しあの短くしながら、えー、引き続き進めていくことにいたします。じゃあそれででは一旦ここで休休憩憩して休憩後、えー引き続き 進めていきますそれでは、えー、続けて、えー、セット3つ目ということになりますが、えー、とここからはですね少しあの、まあ、1回目ちょっとガイダンスを見たのもあったとっいうのもあるのでちょっと長めではありました1セット目、2セット目ちょっと長くなりましたので、まあ、2セット目、3セット目については少しね容量、えー、よく短めにやっていきます、えー、ただ、ああ全部の内容をしっかり、ねえー、こなしていくことになりますのでだいたい次のね3セット目のところで、まあ、無限代理とあとは え代理の理論について少し触れてからえ最後のセットでまあ表兼代理えそれからまあ時効の触りぐらいまでえ進めていくことにいたしますではえ早速ですけども無権代理のところから見ていきます でまあ、無権代理については、まあ、とりあえずはもうあの無権代理が成立した場合というのはこれ要するに無権代理が確定した場合ですよね、えー、相手方から追認を受けることができなくなったというふうに無権代理が確定したときはとりあえずはこの法的効果としては履行責任または損害賠償責任です、えー、117条1項に基づいた履行責任または損害賠償責任になってで損害賠償の範囲についてはあの履行利益までいきます。 利効があったのと同様の経済状況まで損害賠償できますからねえこれはなぜかっていったらもう端的に117条1項の文言が利効または損害賠償ですから利効または損害賠償って書いてあるってことはこの損害賠償っていうのは利効があったのと同じレベルまで損害賠償できるってことですからえ信頼利益のみならず利効利益までいけますよってことはまあ確認しておきましょうでで特にまあ無権代理プロパーの問題としてはこの無権代理と相続の問題ねえになってきますでまあ基本的には 視覚、まあ、融合説、視覚併存説なんていう考え方がありますけれどもあの担当対策でいうとある程度、判例の立場はこうなんだみたいなのはし別して覚えなきゃいけなくてそこはまあ担当合格講座とかね、えー、担当の講座の中でえ知識面としてまとめなきゃいけないけど論文対策であれば個人的には視覚融合説は取らず視覚併存説と審議即説の,あの考え方を取ってしまえば一番書きやすすいかなと思ってます、えー、例えばまあまあシンプルに言えば A、B がいて相手方が C で。 A、B、C で,で、まあ、本人が、まあ、本人でこれは無権代理人とあ失礼しました、えー、と A が本人で、まあ、B が無権代理人であるとで、まあ、代,理代理権ないわけですが、まあ、この時にまあ典型的なのが、まあ、無権代理人が死んじゃった時と本人が死んじゃった時ってことですよねで処理方法だけしっかりできるようにしておいてくださいここはあの 特に入門とか論文対策の一般的な講座の中で必ず触れるものなのでまずこの34番というのは無権代理人が本人を相続した場合ですから端的に死亡して A が死亡して相続が発生したと。 で、この時どういうふうに考えていくかっていうと、まあ、B は、まあ、無権代理人と本人の資格を併存するってことになります。えー、ですから、例えば C から催告を受けると。えー、C から催告を受けた場合には、まあ、本人たる地位っていうのは、これ要するに、追認、追認拒絶権ですよね。まあ、追認、いや追認拒絶権については、 これは包括要件の対象になるから相続しますから B は本人の立場で追認するか追認しないかを決めることができるんだとでただし、えー、追認するかどうかは決められるんだけれども無権代理行為自ら行ったものなわけですよねですから追認拒絶をすることが審議則上、拘束されることがあるんだというのが、えー、この資格並存説と審議則説の考え方です、えー、なので、まあ、基本的な考え方はこのように、えー、相続で無権代理行為が当然に有効になるわけではないと。 判例は有効になっちゃうという考え方を取っているんだよね、この本人死亡型は。本人死亡型については本人と無権代理の資格がもう一体となって家事が治癒されるともう家事が治癒されちゃうから完全な有権代理になっちゃうんだという見解を一応、判例は資格融合説という形で取っているとされているんだけどただ、えー、そうなってしまうと、まあ、A が死んで、まあ、相続することによって完全に有権代理になってしまうとなると C が取消権、再告権を持っていたのが一方的に奪われちゃうんですよね。 えー、C が持っていた取消し権や再告権というものが A が死亡して相続発生してがっちゃんこになって有権代理になるということになるとあの相続という偶然の事情ですわね A の死亡という偶然の事情で C というものが、えー、それまで持っていた再告権や取消権一方的に奪われちゃうことになるので、まあ、やっぱり妥当ではないとされていてやっぱ資格併存説の考え方を取っていくというのが、まあまあ、通説的見解ですそうするとまあ無権代理人というのは、まあ、追認権追認拒絶権とあと意外と重要なこれ。 無権代理人とししての責任が並存しますですからまあこの場合だったら C が B に対して催告をすることはできるわけですよね。えー、言ってみればその資格融合説みたいに完全に有権代理になるわけではないからえ本人たる資格と無権代理にたる資格が併存しているわけだから C は B に対してえまあいわゆる つ追認するかどうか催告するとで催告することによって B は追認か追認拒絶かを選べるんだけれども、まあ、無権代理自ら行っている B がえ追認拒絶するってことはいわゆる禁犯源ですわ、えー、やっぱり許されるわけではないと審議則上許されないってことからもう追認するしかなくなるってことです、えー、追認するしかなくなるから結局どうなるかっていうとまあ有権代理があったというのと同じ効果になると、まあ、いうことになるんですよね え、まあ追認拒絶ができず、B は追認するしかないという結論にするのが、まあ一般的ではいいかなと思います。まあ一応、この米印のところで、まあフル,フルで書くんだったら、まあ判例の帰結には結構批判が大きいことから、まあ判例の内容と問題点してきた上で、四角平蔵説だって論証した方が無難だよっていうふうに一応書きましたが、まあこれもケースバイケースで、もう、いきなり四角平蔵説書いちゃってもいい場合もありますからね。えー、これはもう、バランス感覚です。あの、 考えていくことになりますので、まあ、資格併存説の立場をいきなり書いちゃっても差し支えないような場合もあるかと思います、でじゃこれを逆だったらどうなるかって話です、でむしろ重要度が高いのは、こっちなんですよ逆だった場合が、意外と間違えている人が多かったりするんですよ、A、B で、まあ、同じなんで、この辺代理権なくて C が勝手に売りました、A、不動産にします、A、B が無権代理人。 で無権代理人として売却行為を行ったとしますでこの時に B が死亡して相続が発生した、えー、B が死亡して相続が発生したここまでは同じですじゃあここから先あのしっかりと思行過程を同じように踏めてるか確認ね、えーまあ、C からしてみればもちろんこれは有権代理を前提とした履行請求をしたいところなんですよね A に対して、えー、ですがまあ B が無権代理人だってことであれば B が無権代理人であれば C は A に対して追認するかどうか催告します通常は いいねえーまあ、B が無権代理人として、えー、売却をしたということであれば A に対して追認するかどうかを催告するで A は、追認するかどうかは、えー、これはは則に反すするわけででないですよね、えー、自ら無権代理行為を行ったものではないから資格併存説を前提とすると本人としての追認権追認拒絶権と無権代理人の責任が併存しているわけだからそうすると A は本人としての資格に基づいて C からの催告に対して追認拒絶することこれはできます。 だって審議に反するようなな事情はないでこれで終わるのが一番まずいからね、えー、これ本人が追認拒絶をすることで無権代理が確定することになるから無権代理人の持っている117条責任が発生することが確,認しますから確定しますからということは本人っていうのはこれは B のあ追認拒絶はできるのよ。あごめんなさい、えー、追認拒絶はできるのよ。 ただし B の117条1項責任を相続してますつまりまあこれ大体 A がお父さんで B が子供とかであれば B の子供の責任を親が負うってことになるわけですよ、えー、当然無権代理人の117条1項に基づく責任っていうものは相続されてますからそうすると A は 追認拒絶することはできるけれども追認拒絶することはできるけれども B の無権代理人責任を追相続することになりますから無権代理の責任は負いますつまり A は追認拒絶をする代わりに B の責任を負うんですで B の責任を負って終わりじゃまずいからねじゃあ C は通常何選択しますそしたら C としては戻りますけれども無権代理の責任は履行責任を選択できますということは C から履行責任を追及されると A は結局、土地を失うんですよ。でいうのが理屈でただ、これもし仮に C に履行,を認めるあ履行責任の追及を認めちゃうと結局 A は追認しても土地を失うし追認拒絶をしても C からの損害賠償っていうのを選ばなければいいんだから C は無権代理の責任で履行請求を選ぶということになると追認しても土地を失う。 追認拒絶しても B の無権代理の責任として土地を失うということになるから、明らかに妥当性を欠くんですだから、通説的見解は、この117条責任については C は損害賠償のみ請求可能、まあ、請求かと、と、まあ、なぜならば A、履行責任の場合の A の不利益です。 えー、行責任を選択した場合の A の不利益って非常に大きいので、えー、このように、えー、C は損害賠償請求のみ可能です。で、ここはちょっと口頭になるけれども復習でしっかりしておいてほしいのが、なんでこういうふうな最後バランスを立てるかっていうと、あの、B が死んでなかったら A は追認拒絶で終わりだったんですよ。だってそうでしょ。あの、もし仮に B が生存中だったと思ってください。えー、もし B が生存していて C が A に対して催告をして A が追認拒絶をしたのであれば、 A は追認拒絶をして無権代理を確定させますよね。そうすると C はまだ B が生きてるんだったら B に対して損害賠償を請求するでしょで。もしこれ B に対して履行請求しても A が履行を拒めば履行不能ですから損害賠償しかできないんですよ結局。いいですね。もし仮に B が生きてることを前提しますね。えー、B が生きてることを前提とすれば結局 C が B に対して、えーまあ、B が生存しているときに無権代理人の請求をね 無権代理の責任を C が B に対して行ったということであれば、まあ、B としては、履行請求されても結局 A が引き渡しを拒むということであればおそらくこの無権代理の責任履行請求は履行不能なので結局の損害賠償請求しかすることはできないんですよね。そうすると B が生きているのであれば A は土地を失わなかったんですよまとめると。 B がもし生存しているのであれば A が土地を失ったとしてもあ失礼しましまた B がもし生きていたならば A が追認拒絶をしたとしても結局は A は自分の土地を失うことはなかったのにもし B が死亡していたということを理由として、えーね、C から A への履行請求を認めちゃうと結局はその B が死んだという事情で A は土地を失うという結論になっちゃうんだよね。 それはやっぱり妥当性を欠くということから一般的にはこう考えている、えー、A は、新規則に反して追認拒絶は可能なんだけれどもただ、この続きですよね、えー、無権でありにと責任として損害賠償請求をすることはできるんだけれどもただ、特定物の引き渡しの履行請求をすることはできませんと、まあ、いう点、えー、ここについてはしっかりと確認しておいてください。ただ3段階ですよね、えー、いわゆるる存説を取る ことがまず大前提だけど資格平存説を取ったことを前提にまず追認拒絶 A ができることがまず1つ、えー、追認拒絶 A ができることがまず1つでそして無権そうすると C は無権代理の責任追及ができるってことが2つただ無権代理の責任追及の内容は損害賠償請求のみで履行請求まではできないよっていうね。 この三つをまあ意識しておくといいかなと思います。まあもちろんこれ丸一丸二丸三って特に要件みたいに書いたというよりはそのステップでね。思考ステップとして資格並存説を前提にこの三つのステップで考えていくっていうことがまあ基本ということになってきます。では次に三十六三十七もいきましょうか。三十六番ここちらはもうあの有名判例ね。あの無権代理人が本人を共同相続した場合ってことで、もう図をさっと書いちゃうと A、p C この人が無権代理人。 まあ、D が、えー、勝手に売っちゃいましたあ D に勝手に売っちゃいましたと、まあ、こういうケースでこの時に A が本人で,で死んで共同相続しましたというケースですね A が死亡したことによって B と C が共同相続しましたという問題です でこの時の考え方については、まあ、しっかり見ていきましょう、えーまあ、当然 D は B と C に催告、えー、なり、まあ、追認するかどうか催告しますわね、えー、そうすると B は別に審議則に反するような事情はないから、えー、この事例だったら共同相続を受けた B が、えー、追認するかしないかについては問題ない。 けれども C は無権代理人ですからこっちは追認拒絶できないので C は追認するしかないという状態は大丈夫かなでここでもうしっかり押さえてほしいのはこのような状況になったときにまあ追認権なり追認拒絶権というものがまあ A が持っていてでこれを共同相続したわけですよね。 えー、追認権なり追認拒絶権を B と C が共同相続したってことになるんだけれどもただこれっていうのはもう判例の言っている性質上不可分なんですよ。で性質上不可分ってことはどういうことかっていうとあの2人一斉にじゃないと追認で,きませんですからもし仮に、えー、B が追認したならば C も追認するしかないからそれは納得だよね。 B が追認して C が追認したっていうことであれば1世のせいで2人一緒に追認ってことだからそれは有権代理になるわけだけれども問題なのは B が追認拒絶した時です B が追認拒絶して C は追認するしかないって状態でしょで意見が一致しないと意見が一致しない限りは追認できないんですということは 二分の一だけ追認するということはできないので結局 B と C の意見が一致しなかった場合には追認できないといととうことが確定しますいいそうすると結局どうなるかというと追認拒絶として扱われますだからごめんこれ書いた人すいません追認拒絶権って書いてごめんこれ追認権にしておいていいごめんなさい書いちゃった人すいませんこれ追認権って書いた方がいいね えー、追認権というのは性質上不可分だから、えー、誰か一人が追認拒絶だったら全体として追認の効果は生じないんですしたがって、えー、まず判例としては、まあ、追認権自体は、まあ、BD に、まあ、準共有として帰属します、えー、この追認権のは準共有として帰属しますでそしてそれはやっぱ追認権というのはこの性質上過分的にできないと性質上不可分に帰属することになるそうすると、まあ、分割行使ができないことになる そうすると、共同相続人全員が追認しない限り、あ、ごめんなさい、これ、この図で言うとすみません、えっと、こっちの、のごめんなさい、問題文の図に合わせるねすみません、ちょっと書いちゃった人、非常に申し訳ない、ごめんなさい、ちょっと直しますこ。のこの図に合わせると、無権代理人が B で、すみません、無権代理人が B で、相手方が C で、共同相続人 D です。すみません、ちょっとこれ書いちゃった人、すみませんね、こういう形にします。 え本人が A で、まあ、無権代理人 B 相手方 C 共同相続人 D ということですまあ一応やってることは同じですけどねちょっとアルファベットだけ差し替えましたあのこの解説に合わせるためにでそうするとこれどういうことかっていったら追認権は BD に不可分に帰属するわけです、えー、追認権は BD に不可分に帰属してでそうすると不可分に帰属するから全員がやらなきゃいけないから共同相続人全員である B と D が追認しない限りは無権代理は有効にはならないっていうことですね で、ただ D が追認したら、まあ、B は追認するしかないね。D が追認したら B が追認するしかない。っていう状態になるので、なので結論からすると、1は D が追認した場合の効果です。D が追認した場合には、結局 B は追認することができ拒絶できないから、審議則上ね。だからこっちは、こいつについては、 審議則上拒絶できないからそうするとまあ D が追認したらまあもう B は追認するしかないんで全体として追認したことになるけれどもこっちです D の追認がなかった場合には追認拒絶とされますつまり全員揃わないとダメなんで。 全員の追認が得られない以上追認拒絶と扱われることになるわけね。ということになるので結局は無限大ということですねつまりこの場合にはちょっと戻ると B の無限大が確定します。 B の無権代理が確定することになりますからそうするとまあ C は B に対してまあ無権代理の責任を追及するにとどまるというそういうい結論になってきますということですでこれがまあ3つ目で,で個人的にはこの無権代理と相続をめぐる問題は1、2、3の処理ができていればまあ特段問題はないかなと思いますでただ担当とかも含めて聞かれうるのが、えーとね、37番のパターンですねあの、まあ、例としては、まあ、A が本人ですよね、まあ、A が本人で,で B が無権代理人で まあちょっとさった無権代理人でこれあの連続で相続したときで相手方が C で相手方が C ででえーっと D がまあ相続人とまあちょっと図がわかりにくいのでまあこういうふうな形にしにしましょうでこれが相手方 という感じですねで少しこれ、あのー、ちょっと分かり講義用のところだけど、こ,こ,う,ねこうね、ちょっとごめんなさい、ここの部分、ちょっとあの切るところが見にくくて申し訳ないって感じなので、一応まあこういう感じですあの。A が本人、B が無権代理人ってことですね。A が本人で B が無権代理人で C が相手方で D が相続人。ということです。で、順番としてはこういう感じ。えー、まず最初に B が死んだと、えー。まず最初に B が死亡した。 でそしてまあこういう形で、えー、相続が起こると、まあ、第一相続ですよね、えー、B が死亡したことによって、まあ、第一相続が起こるとでその後にまに、あ、こういう形で、まあ、本人が死亡して、まあ、第二相続が生じたと、まあ、こういう状況、えー、です、まあ、ちょっとあまり矢印で書くのは、ね、相続は好ましくないんだけれども 一応これは便宜上ちょっとこう書いた方が分かりやすいと思うんで。えっと、ま、一応こういう感じですね。まず最初に無権代理人が死亡して、ま、A と D で相続が行って、その後 A が死亡して、ま、D に相続していったみたいな感じです。ま、大体の場合、あの、A がお父ちゃんで、B が息子で、D がお母ちゃんみたいな感じですかね。え、で、その時に、まあお、お、あの、言ってみれば、ま、これ不動産みたいにしておくと、 まあ息子が親父の土地勝手に売っちゃったってケースですね、えー、息子が親父の土地を勝手に売っちゃって息子が死んだ後お父ちゃんも死んじゃって残されたのはお母ちゃん1人みたいなケースです、まあ、感じとしてはね、えー、まあそういうケースですでこの時にじゃあこの D の立場どうなるのって話だけど結局これってあの順番とかあまり考えなくていいですあの資格平存説の立場に立つとあの順番とか特に考えずに結局 D が置かれた立場っていうのはあの2回の相続を経て資格平存をしてるだけですから いいですね、もう要するに息子が死んで親父が死んでお母ちゃん一人残ったってことはお母ちゃんは本人の資格も無権代理人の資格も2回の相続で結局全部備えてるわけだからそしたら結局これってのはどうなるかっていうと結局はもう本人と無権代理人の資格を両方とも併存してるのよという話になりますでそうすると結局資格併存説の立場に立てば まあどうなるかっていったら、追認拒絶できるかどうかだけど、別に C から D に対して追認があったとしても、追認拒絶は可能であるということになります。いいですね、であとはこれ、ちょっと付け足していきますけれども、まあ、追認拒絶は可能だけど、ここで終わらないよね、あの35番と同じ問題意識が出てくる。なぜかっていうと、これは、D は追認拒絶できるけれども、要するにこれは、本人 A の資格に基づくよね。 本人 A の資格に基づいて追認拒絶することはできるということになるんだけどただただこのあと続けるとこの時はじゃあ無権代理が確定することになるのでそうすると結局 B の。 百十七条一項責任が確定します。ということですね。で百十七条一項責任を負うんだけれども、まあ最も。C. は D. に。 まあ最もまあ相手方である C はまあ D に対しては損害賠償請求のみ可能というまあそういうことになってきますで今回はまあそこら辺のところはまあ,ある程度えさっき35番で説明したけれども結局ここに書かれている通りここですねえこれで結局35番と同様の処理になります 35番と同様の処理になるのでまあいわゆる資格併存審議即設に立つとまあ特段まあ D が資格併存審議即設に立つと D が特段なんか審議則に反する事情はないから無あの追認拒絶できるんだけどあの追認拒絶ができた後のあの無権代理の責任も相続しちゃってるのでこの2回の相続を経てね。無権代理の相無権代理の その責任というのも相続しちゃってるからその処理についてはこの35番と同じ処理になってくるというところは、えー、確認しておいてください。なので、まあ、正直35番の処理と37番の処理というのはほとんど、えー、同じになってきますのであの判例はちょっと、ね、複雑というかね判例はなんか資格融合説を前提としるような、えー、立場を取ってるんですが、まあ、予備試験の論文対策ということであれば無難なところはこの辺りかなというところだと思います。とととととといいいいいううこここここででで一応、えー、確認しておくといいかななすねでここまでまあ、無権代理人ってことになりますが最後に無 無権代理ちょっと細かいところではありますがあの他人物売買の売り主でこれは予備試験の過去問でも出題されてますね予備試験では平成23年かな、えー、のところで出題されているところではありますが、えー、まあ中身としては基本的には無権代理と相続というようにやっちゃってくださいねその無権代理の売り主の場合は結局何が変わるかというとあの所有者ですね A が結局所有者で,で結局 B が 他人物売り主で C がえー他人物買い主ですよってことですからまあ基本的な考え方としては別にこれ、他人物売買をやってるってことですよね。そうするとまあ条文上の根拠だけ。 えー、他人物売買ということになりますので、えー、561条かな、えー、561条の売買を行ったとでもちろんここに A と B との間には、まあ、特段なんか承諾なんていう関係はまあ存在してないとということですから結局これ要は A が承諾しない限りはあの所有権移転はないよね。いいいよね他他人人物物売売買ににおいてはは別主 A から 所有権得るなりって C に所有権移転させる義務はありますけれども、えー、別に他人物売買がなされたからといって所有者である A っていうのは所有権直ちに失うわけはないでしょうあのこれはもう A が承諾を与えない限りは所有権が移転することはないので結局無権代理人が無権代理行為を行ったのと同じように考えていけばいいということになります、えー、なので消毒承諾を与えるかどうかって話ですでちなみにこれは、ね、116条の累積適用というのがの通説的見解 116条の追認というのを他人物売買でも類推すべきだということですね、あのこの116条というのは、これ追認の条文なんですね、えー、無権代理行為の追認に関する条文だけど、まあ、他人物売買の場合でも結局、所有者がいいって言えば結局、AC 間に売買があったのと同じことになるでしょ、いいよね、えー、他人物売買だとしても A が承諾を与えれば、A の承諾を与えれば結局、AC 間で売買があったのと同じように、A から C に直接所有権が移転するとすべきだと。 まあいうところから、えー、この百十六条の追認の規定っていうのはこの無権代理の場合の規定なんだけれども、えー、他人物売買の規定でじあの累推適用されるというのが判例です。まあ丸一ですね。えー、ここにまあ他人物売買の本人の追認に関しては、えー、これ判例が言ってるのよ。真実の権利者が後日これを追認したときは、えー、無権代理の追認に関する民法百十六条の累推適用により処分の時に遡って効力を生じるとされてますので、まあ基本的には。 その他人物売買の追認というものは116条の類推適用でえー、遡って効力を生じるとされていますじゃああとは、えー、追認ができるって話だけれども今回のように例えば、えー、どうしましょうかね、えー、他人物売買が死んで相続したっていうことであれば結局この所有者っていうのは結局まあ追認権があるわけですよ。 他売買について追認権、まあ、もしくは追認拒絶権ですねというのが116条の累積適用で存在しているからであとは、じゃあ、資格閉存説、審議則説に立てば審議則上問題ないよね。 審議則上問題ないね、えー、つまりその上で権利者が、えー、相続によって売り主の義務ないし地位を承継してもやっぱりそこは相続前と同様にって話ですよね、えー、相続前と同様その権利の移転につき濁費の地位を保有し審議則に認めると認められるような特段の事情のない限り売り主としての履行義務を拒否することができるということで、まあ、結局は、えー、資格並存説で考えていけばいいと思いうことですじゃあ拒否した場合どうなるか というとこの時は B の債務不履行責任を問われますいいですねこれはだから金銭賠償になりますよねだからここも忘れないねこれで A は拒絶できる良かった良かったではなくて B のケツは持たなきゃいけないから B は他人物売り主で本人の拒絶によって社会通念上、履行不能になる412条の2です社会通念上、履行不能になります えー、ということになりますから、履行不能になれば、415条に基づいた損害賠償請求は承継しますので、まあ、ここは注意してくださいね。えー、なので、結果的には、あ最もっとも拒絶した場合には、B の、あ一応条文、これでいいよね。 あの他人物売り主、えー、561条の規定もちゃんと拾っとおこうか。他人物売買をしてますから、売り主としては権利を移転させる義務を B は負ってます。まあ、他人物売り主ですよね、まあ、B は他人物売り主ということになりますから、まあ、その他人物売り主の。 1> 1条に基づく債務ですよね所有権を C に移転させるという B の債務は社会通年上412条の2によって履行不能と評価されますからそうすると履行不能と評価されてそれに基づいて415条1項の損害賠償責任に結びついてくるということになりますからこの責任は追及します。 ここは注意してくださいあのさっきの無権代理みたいに、履行責任追及されることはないです、履行責任追及されることはないけれども、まあ、履行不能による、えー、金銭賠償というのは当然のこと、B を負いますから、その金の、えー、賠償責任は負うことになりますので、まあ、ここはしっかり確認しておくとよいかと思います。 一応まあ細かい話ではあるけれども、まあ、基本的には無権、他人物売買の場合もまあ同じように無権代理の場合と同じように処理をするということがまあ判例上認められているので、ま、たそこに資格併存説の知,知識をしっかり入れ込んであげればいいということになります。はいということでここまでが無権代理をめぐる問題で、えー、少し休憩挟んでラスト、表権代理の問題の方いきますが、まあ、表権代理に関する 具体的な話については、ね、次のところでやっていきますが、まあ、主に110条です110条の問題意識っていうのをしっかりと触れていくことになりますので、まあ、少し、まあ、次回の、ね、次のセットのところで最後、第1回まとめていくことにいたします、はい、じゃあそれででは一旦ここで休憩します。 はい、じゃあそれでは、えー、最後の4セット目ということになりますけれども、えーと、今日の講義ではこの後、表現代理のところについて見ていくことにいたします。で、一、まあ、回目ね、えー、今日は1回目の講義ということで、まあ、事前にね、前,前もって目を通すということは想定してませんので、まあ、その場で一緒にあの確認していくということになりますけれども、まあ、次回の第2回目以降の講義については、えー、最初にも触れたとおり、ある程度範囲を指定して、まあ、前もって目,目だけ通しておいていただいて、でそれで頭の中にまあどういうふうな問題があるのかということだけ確認をしてで、そこのところを詳細に解説をしていくというか 形になりますので、まあ、今日はえ少しまあえ代理のところまでしっかりやっていくという形になろうかと思います。えー、少し余力があればね、あの時効もちょっと触りたいなってところですけれども、えー、少しま時間的に考えるとまあ表現代理のところをしっかりまずやり切るってところが中心になるのかなというところです。ではえまずですね、えー、表現代理のところを確認していきますが、まあ、知識面っては三十番からですね。えー、こちらはあの違いの説明はしっかり言えるようにしといてください。あの表見代理の場合はもうまず丸一としては あの相手方が自由に選べます表現代理が成立するかといって表現代理を選ぶということは相手方が選びますから表現代理を主張することなく無権代理の責任を追及することもできるということですね。でそれから まあ、表権代理が成立しても、まあ、同じような話ですけどね、えー、表権代理が成立していても、本人が追認しなければ取消権行使して構いませんからね、まあ、有権代理の場合には取消権って概念ありませんけれども、まあ、表権代理っていうのは基本的に無権代理を前提とする制度になりますよね。えー、無権代理であることを前提とする制度ですから、まあ、相手方が追認する前であれ,はれば、失礼ま本人だね。 表権代,代理が成立する場合でもね失礼しました表権代理が成立する場合であったとしても、まあ、相手方としては本人が追認する前であればこの取消権を行使することによって、まあ、なかったこともできますよね。 えー、そして、表見代理が成立する場合でも、まあ、本人の側からまあ追認によって完全に有権代理とすることができるという点で、まあ、一応、ここを覚えるというよりは、ねえー、表見代理と有権代理の違いというのがイメージを湧いていけばいいかなというところですで特に一は、ねあのー、やっぱり重要です、あのー、表見代理が成立するからといった相手方が表見代理の主張をしなきゃいけないわけではないんですよね。 えー、基本的には相手方のための制度ですから相手方が選べるということになりますでそれとの関連でいうとです、ね、最初にちょっと順番飛んじゃいますが53番がそれね、えー、53番の問題がこれになります、まあまあ、よく出てくる話ですよね、えー、表権代理が成立し得る場合つまり、表権代理の要件を満たしていたとしても、まあ、相手方は表権代理の主張をすることを、えー、別に義務付けられているわけではありませんから、えーまあ、表権代理の主張をするのか それとも無権代理人の責任追及をするのかについては選択的な主張が可能ですで理由としても、表権代理は元々相手方のための制度ですから、まあ、相手方が表権代理をよしとせずに無権代理人について責任追及するということをあえて選ぶということはこれと関連してよく出てくるのが無権代理人が表権代理の主張をすることは許されないからね。 その例えば、無権代理人に当たる人がこれは表権代理が成立するから、えー、これは表代理が成立するから、えー、本人に降下帰属がすると従って自分は無権代理の責任を負わないんだと言ったように無権代理人の責任を免れるために無権代理人が表権代理が成立すると主張することはもう制度趣旨から認められないということも併せて確認しておく必要があるかな。えー、この無権代理人が えー、表代理の成立を公弁として主張することも指定している、まあ、これはちょっと補足しておくと要は無権代理人がこの「表権代理」の成立を「公弁」として主張するっていうのは結局自らの無権代理責任を免れる主張ですよね。えー、自らの無権代理人の、えー、責任をおおだねごめんなさい責任を。 まあ、免れるための主張として行うということはこれは判例上否定しています、まあ、理由としてはもう繰り返しになりますけどこれにつきますわ、えー、表権代理はもう相手方保護の制度,の制度なわけだから基本的に相手方のみが主張できるということですねですからもうこれは主張できます で視聴できるってことはさっきもえ言った通り視聴するかどうかもその相手方次第視聴するかどうかも相手方次第だしもう相手方以外は視聴機会が与えられないっていうのがこの表見代理の制度ということになりますで特にこの表見代理をめぐる問題は百十九条百十条百十二条とまあ三つありましたがえ百十九あいません百九条は代理権授与表示に関連する表見代理ってことになりますよねえまあ一般的にはねあの代理権を授与したっていうふうに誰かが言って 例えば、まあ、これも A、B、C の例に取れば、まあ、A さんがえ本人 B さんが代理人、無権代理人ですねで C さんがえ相手方という場合に例えば、相手方に対して A がまあ B を代理人として選んだよということを言った場合ですよねでそのような場合には代理権需要表示があったものとして、えー、こ109条の表権代理の問題になるとつまりこ109条の表権代理というのは本人がえ要するに 相手方に対してさっきの ABC の例で言えば A が C に対して A が C に対してもう B のことを代理人としたんだということを表明した場合、えー、そのことを表明 表示した場合にはやっぱり相手方である C に対しては代理人であるという信頼が生じるわけですよだって本人である A がさ B を代理人したんだよっていうことをわざわざ言ってるわけだからということは、まあ、B が代理人だっていう信頼が C に対して生じてる以上はやっぱりそれに対して全員無価値であるならば、えー、表権代理として、えー、有権代理と同様に本人に高額帰属させましょうというのが109条の趣旨ですよね一番110条は権限外、えー、例えば基本代理権があって基本代理権を逸脱する形で行われた場合だよね で112条っていうのはどんなものだったかっていうと代理権消滅後ですよね、えー、代理権が消滅した後の表権代理の問題でそれぞれ109、110、112がどういう場合なのかってことは確認しておいてくださいであとは109と110の合わせ技ってなりましたよね代理権需要表示があってかつ権限を超えたっていう場合、えー、例えば A が例えば B に対して賃貸借の代理権を与えたっていうふうにね全く無権代理人の B に対してね無権代理人が の B, の B は全く権限ないのに例えば A が C に対して B に賃貸借の代理権を与えたんだっていうことを相手方に伝えてでそれでその無権代理人である B は売却までやっちゃったみたいにねその A が代理権の需要表示無権代理人に関するね無権代理人に関する代理権需要表示を相手に行ってかつ権限外のことをやっちゃったっていうね109条と110条の合わせ技は109条2項に書いてあるからね。 であとは代理権消滅後かつ権限外例えば賃貸借契約の代理権を付与されていた B が代理権消滅した後に売却やっちゃったみたいねえ代理権消滅かつ権限外は110条の100 112条の2項にあるからねいいですね109条と112条の表現代理は権限外の方っていうのはこれは2項にそれぞれ規定されてますから、まあ、条文もう1回そこはね確認しておく必要があるかと思いますで特に109条の問題についてはほぼ出題されるのは まあ、あの白紙委任状なんだよね、えー、ほぼほぼ白紙委任状の問題として与えられるってことになりますから、まあ、最初にちょっと論理的な問題を置いといて、白紙委任状の処理を確認しましょう。で白紙委任状って、なんか結構ビビって、えー、なんか難しいと思う方もいるかもしれないけれども、基本的な考え方は、濫用する場所が2箇所あるってことです、白紙委任状については、代理人欄の濫用と、委任事項欄の濫用の2つがあり得るわけですよね。 まず最初に代理人欄が乱用されている場合っていうのが考えられます。例えば白紙人状を例えば A さんが B さんに渡してで B さんに代理権を与える趣旨で白紙人状を渡したのに B さんでない人が書いちゃったっていうケース。で、このケースは原則として109条の問題になります。なぜならば、まあちょっとアルファベットの例になっちゃうけれども B さんが だあの要すするるるに代理権を与えという趣旨だとするよね B さんに代理権を与える趣旨で代理人でも何でもない C さんがそこに乱用して書いたとするじゃん。じゃそうすると C さんが乱用して書いたってことはその委任状っていうのは C さんに代理権を授与したかのごとき外観が生まれてんのよ。ということは要するに本人が全く権限のない C さんに対して代理権を与えたよっていうことを委任状という形で表示してるのと同じことになるわけ。 とということはその代理人欄が白紙になっていて予定されてない人がそこに記入した場合には109条の問題になります,いいです、ね、つまりその完成した委任状を考えればわかる完成した委任状がもともと B さんを代理人にするつもりだったのに勝手に C さんがそこに代理人として現れているんだったら結局どういうふうになっているかというと C さんを代理人にしましたよというような表示が A さんによってなされたのと同じことじゃん。 乱用されてるるとするとすだからそうするとその代理人らが濫用されている場合というのは109条の問題ですで委任事項欄が乱用されたらどうなります例えば賃貸借の契約を書いてもらいたいと白紙欄に賃貸借の委任事項欄書いてほしいのに勝手に売却って書いてもら つまり、売却の代理権を授与するってやった場合には、その時にはどういう状況ですかね。もともと代理権としては賃貸借の代理権しか与えられてないのに、委任事項の欄が売却って書かれて代理行為やられちゃったら、それは権限外のことをやったことになる。ということは、委任事項欄が乱用されれば、それは110条の問題になるんですよ。いいですかね。だから、よくあるのが、まあ、よく白紙委任状でよく出てくるのが、さっきの例で言うと、これはすぐ消しちゃうけどね。あの、例えば、 私は誰々を何々の代理人とするとでこれで A さんがこう印鑑をしたりするわけですよ委任状って言って私は誰々を誰々のなんとかの代理人とするなんていう形で白紙委任状をしてて本来は A さんはここに B さんって書いてほしいと B さ,んにか B さんって書いてほしいのに受け取った人が勝手にここに C さんって乱用されれば A さんが表示したことになるでしょう。 A さんが委任状という紙を使って A さんの名前で私は C さんを代理人としたんだというのを A が表示したことになるから結果的にはこれというのはあの要するに A が代理人でも何でもない C に対して C を代理人にしたんだよというような表示が与えられたということになるから109条でここが例えば賃貸借の代理人だというふうに A はそのつもりで与えたのにそこを売却の代理人としたんだったらここは要するに与えられた代理権以上のことが書かれているわけ。 でそ,のそれに基づいて契約するわけでしょ。そうすると結局、この売却をしたってことであれば、それは結局権限外のことをされちゃったから、110条の問題。じゃあ、これ2つとも乱用されたらどうなるの ?109 条2項だよね。っていう問題です。つまり、この白紙委任状の問題っていうのは、難しく考えちゃうよりはね、その、 代理人欄が乱用された場合には109条の問題で委任事項欄が乱用された場合には110条の問題でどっちも乱用されたら109条2項の問題だっていうその表見代理の構造っていうのをとりあえず押さえていればそこまでビビらずに解ける問題になりますでただ委任状ってのはなかなか難しくて一回これ消しちゃいますけど落書きだったので委任状として、えー、ちょっと複雑なところがあのただ白紙委任状ってどうして出すかっていうとこれね2つの型があるんですよ 点々型と非点々型っていう二つあるんです。どういうことかというと、白紙でか出している理由がなぜかというと。代理人欄に誰書いても構わないっていう趣旨で出すこともあるんですよ。まあ、よくあるのが、まあ、よくあるかどうかわかんないけど、例えば。えー、例えば。なんか法律紛争みたいのを弁護士に誰かに依頼すると。 で弁護士に委任するんだけれどもじゃあ例えばその弁護士事務所に担当する弁護士が20人いるとで20人いて、まあ、弁護士事務所とかで例えば事務所として事件を受けた場合だったら誰かが担当弁護士になるわけですよだけれども最初の段階で委任状を書いた段階で担当弁護士が誰なのかってことがまだはっきりしてない段階で委任状を書かなきゃいけない時にその20人の名前全部書くこともあるのよ 20人全員の委任状を書くということもあるけれども例えばその、とりあえずその担当弁護士が誰だか分からない状態で私は弁護士誰々を私の代理人に委任しますという委任状をとりあえず空欄で渡すとであとはそれは担当弁護士になった人が書いてくれればいいですよというケースもあるでこの時は誰がいあの代理人欄になっても別にいいよという趣旨を出しているんですよ。 でその時には例えば A さんだろうが B さんだろうが C さんだろうがもう極論どんな人がこの名前に現れようが代理人欄の乱用はありえないことになるんですよだから問題になるのは非点々型といって B さんに委任状を交付してあんたはこの名前 B さんって書いてねと他の人の名前書くんじゃねえよって趣旨で渡してるケース、まあ、相当落ち度あるけどねそれを交付してること自体にだけれども白紙委任状ってだから2つの趣旨があるのよ 誰が代理人欄になってもいいとでとりあえず白紙で渡しとくからえ代理人になるべき人が自分の名前書いてねっていういわゆるエニーの感じですねその代理人らをエニーの趣旨で渡している時とあ,のあなたしか代理人としては認めないよとだから白紙人情状で渡すけどあなたの名前書いてくれっていう趣旨で渡している時で全然違ってきますでこの点々予定型っていうのは要するに誰が代理人でもいいっていう趣旨なんですよ。 でこれを覚えるというよりは考考える問題です思考思考の問題題でですす思の誰が代理人でも、えー、趣旨で交付された場合でこの場合にはそもそも代理人欄の乱用というのはありえないわけですよ。よ だかかららもっぱら110条の問題しか現れないつまり代理人欄に何書かれてもいいの。委任事項欄が乱用されたかどうかだけで決まることになるよね。そうすると、まあ、委任事項の乱用の有無ということだけを見ていけばその無権代理だった場合は委任事項欄の乱用があった場合には110条の問題になると、まあ、いうことになります。いいですかね、まあ、以上「点々予定型」って下にちょっと書きましたけれども別にこれ「答案上点々予定型」なんて言葉書かなくていいからね。 一応一般的にこういうふうに整理されますよってだけでおそらく入門とかでこういう整理はされていると思うので、えー、まあ正当な取得者であれば誰が代理人でもなってもいいという趣旨で複数人に次々と移転されることをこう想定して交付されるつまり代理人欄に誰が書かれても文句言えねえよっていう交付をしている場合にはそもそもなんであなたがその名前出てくるんですかみたいなね予想外の人が代理人欄に現れるってことがないので、えー、この LINE はないってこと。 で逆にですね逆にというか次にこの非点々予定型というのはちょっと厄介なんですよね。えー、こっちはあの要するに予定されてないんですよ、その特定のものに代理権が授与され、えー、そのものに代理に際して利用させるべく白紙人情が交付される場合。ということですで。これも直接型、間接型って一応触れたんだけど要するに直接型っていうのは その無権代理行為を行った者が本人から直接白紙認証の交付を受けたものである場合を直接型って言ってたんだけど要はこれは,要はあの代理になる内容がない場合です。つまり。 つまり予想外ののの人じゃないよ。よ。他の人には渡してダメだよ例えば私がね、えー、私が B さんに対してあなたを代理人するからとで白紙認証をあげるからあなたがちゃんとやってねってって渡してちゃんと受け取った B さんが代理人欄にちゃんと B って書いてるんですよ。 これが直接型つまり予定されている交付を受けた人つまりその白紙認任状を交付を受けている人が自ら直接代理人欄に記載した場合というのが直接型で、まあ、この場合には特に代理人欄の記載がないから、えー、結局のところ同じなんですよあの無権代理行為は委任事項の乱用があった場合ということになるだから42番と43番はちょっと口頭にはなるけれども共通点は何かといったら よあの要すするにに意外なな人人が代理人欄に現れてないんですよ例えば私が白紙印状を渡しましたで白紙印状が渡されて誰かしらが埋めたんでしょう白紙印欄にでその時に埋まった完成品見た時に予想外の人が代理人になってるわけではないっていうケースそうすると42番は誰でもいいっていう趣旨で渡してんだから誰が書かれていても予想外じゃないよねで43番は B さんにお願いするって趣旨で交付して B さんが直接 B って書いてるから予想外の人じゃない だからそれは別に代理人らの濫用がないからそのだ要するに私の委任状っていうので無権代理人を代理人しましたっていうようなことは表れてないわけだからそれは109条の問題にはならないわけですよじゃあ問題になるのは何かって言ったら44なんですよこれはもともと非点々予定型ってことになりますからその <laughs> 非点々予定型ってことになるからあなたしかだめだぜっていう趣旨なんですよ例えば A が B に対して非点々で交付して 委任状交付してこの委任状が C の元に行ってしまってでここで C と記入されちゃったケース、まあ、このケースですねこれがあの非点点予定型つまりこの非点とっていうことは非点とっていうことは結局これは B をー B を代理人とする趣旨で白紙人情を交付したら、まあ、どんな事情かわからんけど B が例えば C に渡しちゃったのか B の白紙人情を C が盗んじゃったのかさまざま事情があるとは思いますけれどもこれが B から C にこの白紙人情が流通してしまって結果的にこの白紙人情の代理人欄に C が入ってしまった。とするとこの場合の C っていうのは 予定されていない人物なわけです。いいですね。予定されていない人物を代理人とする表示になってしまったと。だからもちろんこれ予定されていない人物でこれ無権代理人ですよ。これ無権代理人ですよね。 要はさっきから私がですねあの白紙委任状で予定されていない人物ってことはそいつは代理人とする趣旨じゃないから要は無権代理人なんですよそいつってえ要するに誰でもいいよっていう趣旨で交付して誰かが書けばそれは有権代理じゃんで B さんにお願いしますよって B さんの名前があれば有権代理じゃんで B さんでお願いしますよって C さんの名前書いたらそいつ無権代理人じゃんって話だからで多分無権代理人なんだけど委任状的には C さんが代理人であるかのような状態になってるのよ 委任状的には私は C を代理人にするっていう表示が A の名前で現れちゃってるその A の作ったね委任状という形でそしたら結局それっていうのは A が C を代理人にしたっていう無権代理だけどね無権代理だけども A が C を代理人にしたっていう表示をこの白紙委任状の完成したものの形で A が表示したってことになっちゃうんですよ。っていうことが抑えられていればあとはこれはもうシンプルです委任事項の濫用がなければ191個の問題 したがって、えー、委任事項の乱用がなかった場合には、109条1項の適用により、相手方が保護されます。これ委任事項の乱用がない場合で。委任事項の乱用があった場合は、一応これね、判例の立場とちょっと合わせて説明すると、判例はさすがにこれ、やりすぎだと。要するに、代任欄も乱用されてるし、委任事項欄も乱用されてるってなったら、もはやこれは、需要表示とは評価できないというふうに、これ、ちょっと古い判例なんですよ。古いい判例ではこうううふうに えー、そもそも、まあ、この関節型の時点でこれは代理人欄の濫用があるからね。ということは代理人欄も濫用されて委任事項欄も濫用されるその白紙委任状はもはや代理権需要表示っていうレベルにはならないとつまり本人の受ける不利益が非常に大きいということからちょっと古い判例ですけどこのように。 えこちらですね、まあ、委任状の受任者名義が白地であるからといって当然にそのものよりさらに交付を受けた第三者がこれ,からこれを乱用した場合にまで民法109条に該当するものとして乱用者による契約の効果を感受しなければならないものではないということであの条の適用自体を否定すするっていう判例はあります、まあ、これはだから端的に109条の代理人欄の乱用と委任事項欄の乱用を両方重ねて あの白紙委任状でやれちゃった場合にはもうこれ本人にとってとんでもない不利益でしょ全く予想しないやつに全く関係ないことされちゃうわけだからでそういうふうな非常に大きな不利益を生じるような場合にはもはやその委任状っていうのは代理権自由表示とは評価できないとして、えー、表権代理の成立を全面的に否定するっていうのが判例としてあるけれどもこれ論文では私個人的に推奨してなくてなぜかっていうとこれ民法改正前の条文なんですよ。かつては 109条と110条というのの組み合わせというのは判例で頂上適用というもので昔はねあったんですだけど条文上なかったんですよそ109条の,そのいわゆる代理権需要表示とそれから110条の権限外というのが両方とも重なった場合はどうなるかというのは一応判例上は認められてたんです昔は判例上認められてたんだけども条文が特になかったという時代の判例なんですよですが今は110条2項あごめんなさ109条2項あるからね ならもう109条2項でやった方がいいんじゃないと、まあ、いうのが一応あの私のあれかな試験ではあります要するにあごめんなさいつまりこれ代理人なんでしょ まあ一応条文で明文化されてい、ねえー、ますから委任事項の乱用がある場合にはまあ代理権の乱用、で失礼しましまた委任事項欄の乱用も両方あるのであれば、まあ、代理人欄の乱用、あちょっとこれだと見づらいからごめんなさいちゃんと書くまで、えー、代理人欄の乱,の乱用の乱用があるところが109条で委任事項欄が乱用されているから条あ110条と。 ということは全部両方合わせて109条2項というね、まあ、さっきちょっと口頭で示したような、えー、条文が今はね改正後民法で整備されてますから、まあ、私はもうこれ条文上も整備されてるから普通に109条2項の表現であり認めるよっていう形でいいのかなと思っています一応まあこれちょっと試験ではありますけどねということで一応ここまでのところが、えー、一応白紙認定特に109条の問題ってことになりますが、えー、あとは次にですねまあ今日メインということになります最後のね110条についてです で110条は、まず要件きちんと言えるようにしておいてください。あのまあ、チェックシートの中では、これはさすがに条文の要件だから大丈夫って形で飛ばしてますけれども、あの3つの要件ね、あの基本代理権が存在すること、権限外の行為が行われること、相手方の善意無過失、えー、条文上は正当な理由ですよね、があることが110条の要件になりますので、まあ、もし忘れてれば、あのそこはもう一度あの確認しておいてね、110条の表権代理の要件は、基本代理権の存在、えー、そして、 えー、権限外の行為が代理人によって行われたことそして相手方が権限外であることにつき税務課出ということですね、えーまあ、要するに権限外の行為であることについて税務課出であることが必要になるでそうすると要件を順番に見ていくと基本代理権っていうのが最初出てくるはずなんですよねで基本代理権があることを前提に権限乱用になりますからじゃあ基本代理権何が認められるかっていうところは、まあ、一応知識面を確認しましょうまずええ事実行為 はい、110条の基本権限にはならないというのが判例ですでこれは確か金融商品の勧誘とかね、えー、そういったものについて基本代理権とすることができるかという判例がありました、えーまあ、ちょっと忘れている方はなんかいわゆるセールスマンのセールスですよね、えー、セールスマンのセールスといったようにそういうまあ金融商品とかの、えー、そういうい勧誘とかそういった事実行為に当たるものは基本権限にならないというのはまず前提一つね知識持っておくそして次に、はい、この広報上の行為の代理権 これは大体よく出てくるものは何かっていうと登記の代理権限ですよね登記手続きの代理権限みたいなものを基本代理権とできるかですが原則広報上の代理権は基本権限になりませんこれはもうしっかりあの押さえておいてくださいね広報上の行為の代理権っていうのは基本代理権にならないこれはなぜかっていったら民法は司法だからです えー、民法が司法であるがゆえに公法上の代理権を基本代理権とすることは認めないんだけれどもただ、キーワードこれですあの司法上の行為と密接に関連するものは例外的に基本権限になります。ごごめめんんななささいいちょっと基本あごめんなさい、えー、少しあのー 試験対策上確認するとここの部分は問題文から必ず認定してないあの基本代理権になるかどうかで司法行為と密接に関連するかってことは例え,ばその例えば売買契約の,その目的物の登記移転とかね 例えばもしくは AB 間で贈与が行われてその贈与の履行としての登記移転とか必ずこの司法上の契約と密接に関連するってことになるから問題文ののの中でその司法上の契約必必ず認定すする必要がありますあの例えば、ただ単になんか登記で原則ならないけれども司法上の行為と、ね、密接に関連するものは OK ですという抽象論にならないようにその登記申請行為が具体的に司法上の契約などと絡んでいるかどうかを認定しないとダメね。 いいですねまあ、ここにもあるとおりこの司法上の契約による義務の履行のためにされるなどその行為が特定の司法取引の一環としてなされることが必要になりますから、えー、特定の司法上の取引行為の一環としてなされる場合に基本権限となるということになりますだい、まあ、あの基本権限シリーズでだいたい3つあってあの1つは、さっきの事実行為もう事実行為、まあ、勧誘行為とか、ね、そういう事実行為はならない少なくとも法律行為であることが必要と。 法律行為であることが必要。そして広報上の行為は原則ならんというね。例外はこういう時になるってで、最後に、もう必ず言えないと終わってしまうやつがこれね。えー、日常家事代理権。で、日常家事代理権については、 えー、本当はね、判例がちがちやっていきたいところではあるんですけれども、あのまず原則なりません、な、え、ん、ー、でならないんでしょうかというと、夫婦別産制に反するからです、えー、これ、日常化時代理権を110条の基本権限にしてしまうと、えー、何でもかんでも妻の財産を夫が売る、夫の財産妻が売るみたいなのが何でもな、な何でもかんでも認められちゃうことになりますから、えー、この110条の基本権限にはならないっていうのは、やっぱりこれは認めちゃうと、夫婦別産制に反するからです。 ただ原則としてはならないんだけれども例外としてなる場合がいいですかねえ代理人の行為が当該夫婦の日常家事だと信じるにつき正当な理由がある場合でここがね正確な理解が必要になるので例外的に110条の趣旨を類推というねすげえ変わったえ表現ではありますけれどもまあ判例はこの110条の趣旨の類推適用なんて言葉を使っていますがえ何が違うの その110条と何が違うっていうことをちゃんと言える必要がまずあります通常の110条の正当な理由は代理人であることですつまり権限の範囲内であることが、えー、その信頼の対象なんだけれども、えー、この761条の場合はそこが修正されてます。まあ言ってみればこの人が代理人だということに対してつまり権限内であることに対する信頼ではなくて問題となる行為が日常家事だ とととといいううここにに対すする信頼ということになりますですから例えば不動産の売買とかだったらおよそあり得ないわけね不動産の売買とかが、えー、例えばね、えー、夫婦の日常家事代理権を基本代理権として行うっていう場合ねその時には通常相手方が不動産の売却を要は要するに通常の110条と比べたいんですよ例えば夫婦関係で夫の不動産を妻が売ったまあ逆でもいいですけどねでそういうい場合に 通常の110条での信頼というのはあこの人は売却権限があるんだでいいんですよいいです、ねあの。要するに妻が夫の財産を売りに来たって時に相手が高すればあこの人はああの不動産の売却権限を持っているんだなでいいんですよつまり権限内であることについての信頼があれば保護されるんだけれどもこの761条の場合の,あの日常家事の話ってのは違うわけああ、この不動産売買は日常家事なんだって信じなきゃいけない。 っていうことだからそれだけハードル高いんですよ、成立しなくなっているで、これはなんでって言われると、もう判例が言ってるからとしか言いようがないので、試験で出てきたら、とりあえずもう判例の立場、バシッと言えてほしいものの一つです。ですから、ここ、ただ、今ちょっと話した通り、全然違うというのはあの、しっかり理解しておいてほしいところなんですね。まあ、一応、CF で書いておくと、まあ、通常の110条。 信頼の対象っていうのはつまりざっくり言うと代理権があることなんですよ。 まあここはちゃんと押さえてほしくて、ですね、えー、だからさっきもでもう一回共通して同じことを言っちゃうところもあるんだけど、えー、例えばね、さっきの話だと、妻が夫の不動産を売りに、例えば来ました、そしたら相手方が通常の110であるならば、通常の百十条であるならば、ああ、この人、つまり妻は夫の不動産を売る権限を与えられてるんだな、でいいんです。 だそれは別に日常家事とか全く関係なくあ夫から妻に対して不動産の売却権限が与えられてるんだなと過失なく信じればそれで110条で保護されるんですよえただし、えー、この判例の立場はそれ基本代理権が日常家事の時にはそうじゃないよと基本代理権が日常家事代理権の場合にはその代理権があることとかの話よりももっとハードルを上げてそれが日常家事だという信頼を過失なくしなきゃいけないということは不動産を売りに来たこれは日常家事なんだ ということを信じるだけの正当の理由がいる。とすると、通常だめですねあの。そう信じたところで過失ありです。えー、ということになりますのであの、ここについてはしっかりと、あのこの761条ね、これが基本代理権になるか。でえー、ごめんなさい、で前提として、あの一応、講義の中でもね、あのまあ、通常入門系の講義だったら出てくると思うこのこの761条の法的性質はあのは、もともとこれは相互の日常家事代理権を、えー、お互い持ってるんだっていうことでね。 あのちょっと条文、もし復習の時でもいいので見といてもらえればと思うんですが761条というのは直接代理権という言葉を使っていないんだよねあので日常家事については連帯して債務を負うんだということが書いたんですよ。ということがもと七百761条の日常家事についてはえ条文のタイトルも連帯責任というタイトルになっていてまあい要するに夫婦の一方が日常家事をした時には他の一方が連帯責任を負うよという風な条文になっています。 でこのように条文の文言上は連帯責任を負うんだぜという文言なんだけどただこれはお互いに夫婦夫妻お互いに日常家事代理権をお互いに持ち合ってるんだというふうに解釈されてますからなのでこの761条を根拠として日常家事代理権というのが夫婦にお互いに存在しているだからこれを基本代理権としていけますかという問題として現れてくるということになります。でそうすするとですね この47番の基本権限のこの話は OK だと思うんですが主張反論の組み立てとしてはどうなるかという話もしておきますね主張反論の組み立てとしては例えば妻の財産をずっと妻が売ってばっかだからちょっと変えて夫が売ったことにます夫が妻の財産勝手に売りましたで売って相手方がまず買いましたっいう状態ですじゃ出発点は何かといったら相手方から履行請求ですよね 相手方から本人に対して、えー、有権代理を前提として、まあ、妻を、妻が代理人だっていうことを前提として、まあ、言ってみれば、取引の相手方は、夫に対して履行請求します。で、夫はどうします反論として、無権代理だって主張しますよね。えー、どうしてかって言ったら、そもそも法定代理権の範囲外でしょ だって761条,76条の代理権っていうのはそもそも日常家事代理権だから日常家事には当然不動産入らないし夫は妻に任意代理権も与えてないとつまり法定代理権も任意代理権もないんだから無権代理だから払いませんでそれに対してし相手方としてはそれに対する再反論としていやいや無権代理かもしれないけれども761条基本代理権として表権代理を成立させるべきだっていう再反論として現れてくる。 で、その再反論の解釈の中でこれが出るわけね。判例はこう考えていると。で、従って、その、善意無価の対象っていうか、善意無価の対象っていうのが、日常家事に属すると信じることだよってなると、まあ無理だねっていう話になる。で、これもだからよくパッケージ化するところなんで、あ失礼しました。えー、ちょっと簡単にではあるけれども、あの、えー、確認だけしておくと、まあ相手方からまあ本人に対しては、 えまず47番ね、まあ、相,手方から相手方から本人に対してまず出発点は有権代理だからで本人に対してはこうくるとで本人からでも相手方に対してはまあ無権代理だって主張ですよねなぜならば ま、法定代理権に当然入りませんし、今回夫婦の時は必ず法定代理、任意代理両方認定してね、えー、無権代理だっていうことを主張するためには、そもそも日常家事代理権の中には客観的に入らないし、あとは、えー、任意代理権もなしと。っていう形で、ま、反論する。で、それに対して、ま、相手方から、本人への再反論で、761を、 が110条いう主張になりますだからまあちょっと相手方と本人みたいなちょっと色だけ分けつけると,と、まあ、こういう感じになってきますのであの必ず答案の中で出てくるのがやっぱり有権代理無権代理表権代理っていう思考過程は大切にしたいかなと、まあ、いうとこいうとこです。で今回はこの761条基本代理権とした表権代理が認められるかっていうのがこの47番のま,あまさにこの問題になっていると。 いうことです47番のこの問題になっているということになりますから、ちょっと、まあ、あのメモ書きしましたけれども、あの主張としてはここの中で出てくるよということも併せて確認しておくといいかなと思います。であとは最後に、えー、ちょっとささっとやるところがあって、あじゃあ、全員無過失。で正当な理由って何ですかということですが、基本的にはこれ、条文上は正当な理由って書いてあるけど、全員無過失です。全、え、員、ー、無過失ですで特に、えー、この全員、えー、無過失ってことになるんですが、あの、 ししっかり押さえて欲しいのののが善意無価の対象ね代理権の存在ですつまり権限外の行為であることさっき触れたね110条の信頼の対象は代理権が存在することつまりニアリーイコールでさっき触れましたが権限内の行為であることに対する善意無価ということになりますすいいですねでこれからまだあの次回以降の講義でもがっちりやるんですがあの善意無過失って言った時にまあ特に善意ねあの答案書く時に必ず拾ってほしい3つなんですよ。 時期対象対象応いつの時点での善意なのか何についてなのかどの程度なのかっていうねでどの程度っていうのは状況によるけれどもあの例えばですけれども例えば全員占有ってあったでしょ全員占有とか悪意占有ってあるでしょだ全員占有か悪意占有かってことについては例えばこれ占有取得時だよね占有取得時に対する認識だよねでそして対象は何かって言ったら要するにその権限があることについてでしょ えその戦優に関して権限があることについてで程度は半信半疑じゃダメでしょえその権限があることについて確信を抱いてなきゃいけないっていうように。 あのよくその善意って言われたときにあのこれもあの今日の講義の最初の1回目だからあれだけど全部書かないといけないっていうふうになっちゃうとどうしても書ききれないんだけどもし書かなきゃいけないって時にちゃんと書けるようにしてほしいっていことですね、まあ、明らかに善意か悪意かっていうことについてそんなに問題にならないんだらそんなこと書いても点数は振られないのかもしれないけれども例えば善意悪意とかもしくは善意無価値あたりが問題になってくるときにそこのところで例えばねあのしっかり点数を稼いでいきたいなっていうところで出てきた 時のやっぱ思考過程としていつの時点なのか何に対してなのかどの程度なのかで特にこのどの程度なのかはさっき言った通り善意戦意は悪意戦友と言ったように半信半疑は悪意になるとかっていうケースそういうケースの場合にはそれはしっかり答案で書きたいそうするとその善意だって認定する前に誰々は何々の当時何々についてどのような認識を持ってたよって善意だっていう認定が出るはずなのよ。 でででそこが例えば知らなかったから善意であるって書いた人と当然差がつくよね、えー、この人は知らなかったので善意があるではなくて例えばこの問題であれば例えば、えー、この場合だと取引当時ですよね、えー、例えば BC 間の売買契約当時、えー、相手方である C は B が代理権を有していなかったことについての認識を書いており知らずそしてそのことについて、えーまあ、実際注意義務を果たしていたみたいなことをちゃんと書いておくとで特に大切な 誰の何に対すあ失礼しましまたいつの何に対するです、一番重要なのは、でその時期と対象です、ですから今回の,この正当な理由は、これも明らかなんで書いてませんけれども、もちろんこれはあの契約当時です、その代理行為代理にかかる法律行為当時において、その代理権の存在について信じたことに過失がなかったということになります。 で特に次回やりますけど善意、善用悪意、善用における善意なんていう場合の,その半信半疑は悪意だからその信じて疑わないことが善意だよね。いうね、その要するに適法な権限を持っていることに対して信じて疑わなかったことしかもそれは、占有開始時だよね。開始時において その権限を有しているということについて信じて浮かわなかったことが善意なんだっていうような形なんかは結構よく差がついてきますのでちょっとここは確認してください。で、あとは最後ちょっとだけあのここの残っているところだけやっちゃいますが代理権の存在を信じたことに過失がなかったですがじゃあ過失ってどうやって判断するかこれは実務基礎でも出てくるところですが不信自由があったら調査する義務です。だからなんかこの110条の場合は なんかうさんくさいことがあった場合に、えー、そのことを確認・調査する義務というふうふになりますからふあの例えば過失があったことを認定するにあたっては、まあ、この人にはこういう不審自由があったにもかかわらずこういうこういうい調査を行わなかったとっうう書けばいいということになりますよねでそうするとよく出てくる不審自由、まあ、典型的なのは委任状に改ざんの跡があるもしくは、えー、夫の不動産を売却している妻が、えー、夫との不和をほのめかしている。 とかねもしくは契約内容自体怪しいと代理人の債務を担保するための抵当権とかこううの怪しすぎるよね。とか最後に配偶者や同居の親族による実印を持ってる、まあ、これは何かって言ったら実員持ち出せる場所でしょあの例えば、えーね、配偶者とか同居の親族であれば実印の場所を知ってたりすると、まあ、言ってみれば簡単に持ち出せるのでもしかしたらこれ持ち出したんじゃねえかなみたいなことは不審に思えるんですよね。でここにに書いてあるに、まあ 一改ざんの跡があるとか、まあ、取引の経緯が不自然であるとか、まあ、あとはこの契約内容がうさんくさいとか、まあ、もしくは簡単に、まあ、この一定の人的関係ってあるけれどもその実印とかを持ち出せるような関係にあるときにはだいたい不信自由があってでその不信自由に反するようなことがあったらダメってことになってきますでじゃあどうやって確認あの不信自由があった時に調査するかですが基本的にはだいたい金融機関の場合は高いっていのは押さえておいてくださいあの この取引の異常性の程度調査の難易度相手方の属性によって異なってくるとはされていますが、まあ、取引の異常性が強いとか本人の接触が容易である場合は本人に対すする直接の意思確認が求められます、まあ、例えばこの取引の異常性が高い場合それから本人にコンタクトが簡単に取れる場合基本的には本人に直接連絡をして確認することまでいります。 いいですね、だからなんかこの契約うさんくさいなというような状況が分かった場合には、えー、その場合にはまあ本人に電話するなりして、えー、直接あ,のあ,のあなたの代理人というふうに称する人が来てるんだと、まあなたの代理人と称する人が来てるんだけれども本当にあなた代理権与えてますかっていうことを電話確認なりをしなきゃいけないとでこれをしなければ過失ありですで特にこれは繰り返すけど金融機関プロなので相手方が金融機関とか貸金業者である場合にはその専門性ゆえにね えー、認められることになりますでこれはやっぱり専門性とあとはもう一つ、あのー、取引規模が大きいことがほとんど不動産とか保証ですから金融業者がだいたい低当権つけるとかね、まあ、そういう系が多いですからやっぱり専門性であったりとかあとは取引規模の大きさ。 注意義務は非常に高くなるということになりますで、まあ、このようにまあ取引の異常性が強い場合本人との接触が容易である場合のみならずですね、まあ、一応ここまでですかね、えー、本人の異常性が強い場合とか本人の接触が容易である場合にはやっぱりやっぱ直接確認ですね、えー、直接の意思確認なんていうのが必要になるけれども、まあ、それだけではないよっていうね えー、さらにここうういいととろを持っていくとだから、まあ、答案の中でよく見れるのが、あのー、不動産取引保証契約で簡単になんか知らなかったから OK みたいな認定で終わらせちゃうとう結構見るんですよあので。ただ結論として全員向かしてもいいよ結論として全員向かしてもいいけれども例えば、えー、金融業者による専門的な低当権設定という高額取引であることを鑑みてもですよです要するに不審自由は見当たらないとかね。そういうふういふな いわゆる専門的な機関によるものであって取引部は大きい重要な取引であることを鑑みてもその不信自由がないとかもしくは不信自由に対して十分な調査を行ったからその高度な注意義も果たして正当な理由があったんだってことまでちゃんと知識として入れておくといいかと思います。あの要は あの今日のここの部分善意無過失ってまあ,あの次回以降もそうだけど科目またいでもやるんだけど善意無過失の認定が緩いっていうのは結構あの採点する側からするとあのちょっとや,やばっていうかねやっぱ客観的に点数振られてんですよ。その善意の認定って時に知らなかったからって言って点数上げられるほどあんまりいいものでもなくてあの要するにこの時期においてこれに対しての善意なんだっていうこと。で程度によってたさっってさき言ったねあの 確信まで必要だったらそれ確信持ってたってことを言わないと善意の認定っていう点数を上げようがないんですよね。なのでちゃんと対象対応あの時,期と、ね、時期と対象は絶対、えー、時期と対象は絶対でそして、えー、対あの程度が問題になる場合ですねあのその程度が問題になる場合には合わせて程度もっていうことで、えー、そこは意識しておくとあの、まあ、論文のティップスになるかなと思います、まあ、特にあのあの癖をつけておくというあの善意って時にいつって書くだけでいいですあのいつ何についてってことかな それだけ書いておくだけであとは知ら大体ほとんど全員無過失ってさっき言った特殊な例を除いては知ってるか知らないかですから、えー、この時点でこれについて知っていた、えー、この時点でこれについて知らなかったよって善意である。 悪意であるっていう形で書くっていうのをちょっと意識しておくとあのちょっと細かな下積みなんだけどこれの下積みの積み重ねっていうのが意外と論文は点数に直結しますのでそこはなんかその型とかの作法ではなくてね、えー、なんかそういう内容的な作法としてしっかり見ておいていただければと思いますそうすると今日はちょっとここまでっていうことにしましょうで一応ね、えー、講義としてはちょっと飛んでいる問題として少し論理的な問題の41番、えー、41番と、えー、それからえー、っとね 51番、52番について少し、あのー、抜けています。あと、意思表示のところでね、えー、確か。 えと22番かな、えー、のあたりのパッケージというか、ね、ところがちょっと抜けてますが、こちらについてはまた追って学習していきますので、えー、またやりますよというつもりで、えー、進めてください、で今日は初回の内容ということになりますので、えー、少し、まあ、あの予習を前提としない形で進めていきましたので、えー、まあ次回からは、ねえー、予習を前提とする形で見ていきます、で一応、今日の最初に触れた通り、予習の内容としては、とりあえずあの目を通すだけでいいです、あの特に調べ物をしたりとかってなってくると、あのやっぱり大変だと思いますので、あの一応、 もし、バっと見たときに何のことか全然わからない単元があるとかだったら簡単に目を通しておくとはいいかなと思いますけれどもあの例えばこの論点忘れてるわとかこの論点見たことないわぐらいのものであればもう見てあの復習の方でいった方が圧倒的に効率高いですからまあそちらの方を中心に見ていただければと思いますでは次回の講義ですが次回、この51番、52番の問題については少し扱います、最初にね。 えこの表現代理の51、52について扱っていきますが次回はえと時効のところですね時効とまあ物件まあ不動産物件変動、動産物件変動を合わせてえ進めていくのとともにできれば留置権、抵等権ぐらいまでの触りぐらいまで触っていこうと思っていますですのでえ一応え番号として指定しておくとえ54番からあの進まなかったらすみませんというのはちょっとあの前もってちょっと申し上げるところなんですがえと128番まで。 法定値条件の手前までの38ページですかね、この講義用の問題集でいうと、128番までのところをとりあえず指定とさせていただきますので、一応、第2回の講義までに目を通しておいていただければと思いますでもし、ですねあの先々までやっておきたいなという方は、定等権自体が145番、145番までが一つのまとまりの定等権ってというころになりますので、一通りまとめて、物件と担保物件のちょっと復習しておきたいなという方は、定等権 までがえ145番までありますのでそこまでがちょうどキリーかなというところですでただ講義ではねあのどうしても法定値条件の手前ぐらいまでえ128番ぐらいまでが予定されていますのでそちらの方を進めておいていただければと思いますもし、ね、余力があったらちょっと先に進む可能性はありますけどおそらくはえ1えさわ触れたとしても法定値条件の えと中身ぐらいかな法定値条件の中身ぐらいにはなると思いますのでえ一応128番まではあの見ておいていただければと思いますあの場合によってやっぱりどうしても前後しちゃうのであのそこの部分はどうしてもまあご了承くださいということになりますがえまあ次回の講義は主にえ物件のところを進めていくことにいたしますそれではえ本日の予備論文ポイントコア口座え民法まあ全部で民法5回ですのでねえ集中して進めていきましょうそれではえ本日の講義は以上といたしますそれではお疲れ様でした